で花尾さん、千谷さん、お疲れ様です。時刻は午後1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。トリックオアトリート、10月31日ハロウィンのナイツザラジオショー、今日もよろしくお願いします。お願いします。私箕輪はるかは映画監督の内山拓也さんの仮装をしています。さて今年はどんな仮装をするのか。誰ナイツのお二人の登場です。また似てる人増えたの？違います。ああ、似てるね。似てますかね。あ、ちょっと似てる。うん、ちょっと似てる。忙しい忙しい。かっこいいな。早いな。忙しい忙しい。伊達さん入ってきた。おかしくない？ああ、どうも。伊達です。こんにちは。どうしたんですか？早すぎないですか？なんでいるんですか？伊達さん。いや、この後僕、辛坊さんの。代役で。辛坊さんの代役？はい。そのなんか、ちらっと聞いたんですけど。ズーム？ズームの辛坊さんの代役が、今日から我々、サンドイッチ。金髪が同じわけじゃないですか。金髪のおじさんってだけじゃないですか。気になってたからね、辛坊さんね。おかしくないですか？辛坊さんのやつとか、すごい、政治ネタとかすごい。いや、もう切りますよ、いろいろ。切って蹴るの？はい。切ります。世間を切ります、今日は。政局今一番大変な時に。本当やばいです。そこまで、本当にそこまで言うんだっていう。今サンドイッチマンでズームやるってどうかしいでしょ。ものすごい切ります。そこまで言うか。そこまで言うかだけど。本当そこまで言うんですかっていうような。言うんですか。今日そこまで言う。本当言いますか。ここまで好感度上げたのに。全部もう。今日ゼロになったぐらいになるぐらいのこと言います。そこまで言うか。はっきり言って。お聞きください、だから。それはめっちゃ、全員聞くでしょ、どうしたら。今日は朝一行ってきました。忙しいんじゃないですか、朝一。朝一も俺見てましたよ。朝一行ってきましたよ。出て。この時間からもう入って。そうです。朝一終わって。終わって打ち合わせして NHK でご飯食べて。でも早く来て。早くないですか？いや、清水さんにもご挨拶したかったし。あと、オープニングどうしてもね、ラジオショー間に合うことだ。その途中から入ってくるとかじゃなくて、もう初めから入ってるじゃないですか。ちょっと休んだ方がいいです絶対。と忙しいんだから。いやいや、やっぱりみんな待ってるでしょ。みんな待ってるじゃないですよ。来ると思ってないから今日ね。夜ナイツと一緒にね、お泊まり会ね。ああ、そう、お泊まり会っていうか、もう明日のね、ロケが早いから。そうなんですよ。ゴルフロケ、ゴルフ番組一緒なんだ。そうです、一緒なんです。そうそうそう。今日でも前乗りです。前乗りするんですか、やっぱり。するよ。いや、ナイツが二人とも泊まるっていうか。あら。いや、もうそう。だって、着くの12時とかですよ、ホテル。もうほとんどもう寝てすぐ。はい。ご飯食べに行かないの？行かないの？何もねえと思う。その明日もう5時起きとかなのに。いや、そうだよ。明日6時半からオープニングしてましたよ。早いって。早いって。朝ゴルフ番組で。終わり時間結構まあまあ、17時までなんですよ。遠いですよね、ゴルフ場。勝浦なんでね。サンド伊達とナイツショットって見てる？そう。ちょっとこれから終わるわ。終わんないよ。コロッケの番組じゃないんだから終わんないよ。コロッケ終わんねえ。コロッケ上がってます。コロッケはずっとやんだから、20年。上がってます。コロッケ20年やるつもり。20年やる。5年になったんですね、コロッケ上がってます。コロッケは毎週金曜日夜10時から1時間番組やってますからね。BSTBS でございます。よろしくお願いします。サンドだってコロッケ上がってます。よろしくお願いします。見てる？ちょっとこれから。これからね。これからばっかり。全然見てないな。1個ぐらい見てるでしょ、サンド一番の番組。1個ぐらい見てる。博士ちゃん。博士ちゃん。これから。これからか。結構やってんじゃん。帰れマンデー。帰れマンデー。で、出たことあるよ。帰れマンデーは呼んでいただきました。見てるでしょ、だから。はい。その回は見て。その回だけか。ハモリっていう番組もやってますよ。違う違う違う。バナナサンドね。あれバナナサンドハモリっていう番組じゃない。番組名変わったんだ。ハモリ我慢選手権。ハモリって番組なんだ。ハモリじゃないです。バナナサンド。あれはね、TBS でございます。バナナサンド。あと、なんかいろいろ血迷ってるあんたおっちゃまもいろいろやってます。いろんな、こう、形が色々変えた。わけわかんなかったですもん、最終的に。そうそうそう。何でしたっけ、なんかもう全然違うとこ深掘りしてました。全然関係ないです。僕、バスの運転手さんのとこ行ったりね。で、バス、俺が運転したりとか。え、もともとだって、芸人さんを深掘りするっていう。そうですね、アンタウォッチマンはね。はい、そうそう。もともと、お笑い実力派っていう番組ですからね。そうだ、お笑い二刀流の時もありましたよね。お笑い二刀流の時も。その前はね。そうそう。もう、武士のように、もうね、こう、芸人が。そういうことですよ。侍魂でやってるみたいな感じでしたけど。そうそうそう。ネタを3本やって、トークするみたいな番組で、今最新はどうなってやっていたんですけど。今だから僕がそのね、バスの運転手さんとこ密着して、僕がバスを運転する。血迷ってはいないよ、別に。
しまよってるってなんだ。実力派からって。あんたおっちゃま。ただほんとさまよってる。さまよってはいるんですよ。さまよってはいる。俺でもあれ、やっぱりなんか終わってほしくないですね。いや、終わんねえってだから。ずっとなんか、なんか。なんで終わる前提の話。好きだから、もう面白いから、ね、ずっとそれは、やっぱりなんか、しまよっててもいいから。いや、終わんねえって言ってる。続けていくためにはいろんな形をね、模索するもんですから。あれもね、好き、ズーワングランプリもすごく。ズーワングランプリ終わったわ。それ終わったよ。1年ぐらい前に終わった。動物系番組やって。1年やってね。1年やって。見てた。やってるから。一回あの、はい、読んで。あ、そう、出てもらったよね。そうです。そうです、そうです。すごい楽しかったです。ありがとうございます。全然覚えてないじゃん。あとは、やっぱり楽天。楽天ファンだから。楽天イングルス。楽天イングルスね。はいはいはい。どうなんですかやっぱ監督ね、1年で変わってね、うん、ちょっといろいろ言ったら、ね、グレープカンパニーでしょ、グレープカンパニー今井さんのね、それなんかちょっと俺が球団批判みたいなことをしたっていうね、そのラジオショーでちょっと喋ったんですよ、うん、そしたらあの切り取る記事です、切り抜き記事とかな、切り抜くよね、伊達さんは本当切り抜き大嫌いですよね、でも僕もよく聞いてますけど、うん、球団批判してますよね、してた結構言ってますよね、でもほらすごくフォローしながらね、うん、愛あるね、もちろん愛ある、どんだけイーグルスが好きかっていう話もちろんあるでしょうけど、それはね、楽天のあの天然芝って、うん、なんか海外の芝使ってるんですか、あれ、この前ね球児園で、うんうんうん、芝の回だったの。おうおう、それで、うん、あれ、冬とか、うん、温風機かなんかかけて、あ、もうすごいよ。やってんすね。うん、あの、阪神園芸ですか、やってんの。そうか。え？阪神園芸？阪神園芸さんです。生育がね、大変ですからね。そうそうそう、うん、あの、やっぱ寒い時期ところで。天然芝、本当に大変だ、維持するの。阪神園さん、すごいっすね。すごいすごい。やっぱ甲子園のね、あれをやってるって。そうそうそう、すごいっすよ。天然芝だから怪我はしない。天然芝と人工芝ってあるわけよ。そうそうそう。天然芝はもうコンサートとかやんないから。やんない。野球場専門だから。なるほど。なるほど。そこを大変なんだよ、やっぱり。そうそうそう。で、天然芝の方がエラーが多いからね。やっぱりこう人工芝はもう人工に作った芝だからゴロが、イレギュラー番組だからね。だあのイレギュラーとかもあるしね、うん、だから楽天とか広島で守ってる守備の人は、うん、もう本当にエラーが多いんだけど、うん、やっぱその分ね、そう守備は上手くなる、守備は上手くなると、そう、あと足腰にいいっていうね、天然芝ね、怪我もね、そうそうそう、こう結構長いプロ野球生活を送る選手は天然芝の、そう、天然芝球団にあのもう一回行ったりとかね、そこでもあるんです、そうそうそう、球団、野球といえばね、ワールドシリーズも決まりました、すごいですね、ドジャース、ロサンゼルスドジャースでしょ、だってあれじゃん、大谷翔平ちゃんは、はい、あの僕キャッチボールしてますからね、大谷、いつの話、あのファイターズ時代ですけどもちろん、ただ大谷くんから言ってきましたから、伊達さんキャッチボールいいですか、キャッチボールいいっすか、そうそう、太ったに翔平じゃないですか、それ太ったに翔平って誰だよ、モノマネ芸人のいるの、モノマネ芸人いるの、太ったに翔平じゃない太ったり翔平が、伊達さんで、キャッチボール。顔が似てるっていうだけで担ぎ出されて、あの、二刀流とかも知られるやつなんですよ。野球詳しくね、そもそも全然詳しくないやつみたいな。どうしようもない、ね。どっちでしたっけ、何打つときとかってやつ。全然すごくないですか、大谷さんと。キャッチボールしてたら。あの、結構お話もさせてもらって、そう、花巻東時代も、仙台駅でサンドさん見かけたんですけど、当時話しかけれなかったですとか。すごい。今こっちですよ、話しかけづらいの。いや、本当ですよ、ね。いや、俺はだからプロ野球選手を芸人で例えるっていうのを石橋貴明さんと、うん、あ、見たよ、それ。1時間ぐらいやったんですけど。見た見た。大谷誰なのって言われて、うんうん、いないでしょって。いや、いるんですよ、貴さんと。うん、大谷はサンドイッチマンですと。そうですよ、これ。もう、伊達さんとか富澤さんじゃなくて、サンドイッチマンがもう。いう存在が。大谷翔平。もうね、好感度もあって、はい。でも、やっぱりキングオブコントで準優勝もしてますし、M1 で優勝してますから、なるほど、漫才コントの二刀流もあるし、はいはい、好感度もあるし、うん、嫌いな人誰もいないですよ。いやっていうところで、ただ、言わなかったけど、伊達さんは大谷にはめちゃくちゃエロいっていうのは、うん、言いましたし。バカじゃないの、本当に。大谷にはない、ない。エロさが。エロさはもう。ないよ、別に。何の話してるの？そんなこと言ってなかったと思う。そこだけ違うと。大谷より幅広いです、ね。大谷さんストイックだけども。バカな話だな。それでも、ハマるでしょ、やっぱ東北で。そうだよね。まあ、他にいないよね。他にいない。もうちょっとね、ナイツはね、はい、ラジオショーのオープニングの話をね、うん、あの、ダラダラしすぎなんだよ、ほんと。ダラダラしすぎ？ほんと。あ、聞いてくれてるんですね。聞いてますよ、俺が。ありがとうございます。もう、風呂でいつも聞いてるの、毎日。風呂で聞いてるんですか？風呂で、ラジコで。忙しいね、野球全部見て。全部見て。風呂って聞いて。今日は何喋ってるの？どうしたらいいですかね、もうちょっと、うちらじゃ。うん、ラジオやりすぎなのよ。あ、まあ、まあ普通に。中居さんのラジオとどっちが面白いですか？中居さんのラジオとどっちが面白いですか？中居さんのラジオは今、底辺ですから。
オン&オンエアでしょ。なんで中井さんと。ちゃんと聞いてるんですよね、中井さんのやつはもう。聞いてます、聞いてます。中井さんとサンドイッチマンでお互いラジオをディスりまくって、なんか面白くないラジオやってるよねって中井さんすぐ言ってる。中井さんに言われたでしょ、最初。いやいや、どの番組に言われてんだって。でもやっぱり忙しいのに土曜日のラジオショーもやってるのが偉いですよね。そうですね。やります、やります。それは大好きです、ラジオ。今ね、単独の期間もずっとやってますもんね。やってます。まあまあ、ちょっと収録の時もあったけど。うん、そうですね。みちょぱのラジオ聞いたことある？俺だから、前も俺も言いましたよ。あ、言った？うん。みちょぱめちゃくちゃ下ネタ言わされるでしょ。いやー、すごいよ、あのラジオ。びっくりするよ、日曜日。なんで結構そんな深い時間じゃない時間ですよ、ね。みちょぱ深くない。10時とか10時半。10時半から。あの、おせちと京太出てる。あ、出てる、出てる。うん、すごいよ。ね。そのメンバーでなんでそんな下ネタ。あんなにその男性器をね、うん、連呼する番組ない。若い女性が。アシスタントに鶴子賞がいるわけじゃん。鶴子賞いない。鶴子賞でも、あの、濁すところを、ちょっと全部ちゃんとして。ちょっと松本明子作ろうとしてる。本当に。危ないよ。言わせて。すごいな。でもすげえ面白い。あの、メール送ってくれるリスナーも面白い。まあ、そうなんすか。そうそう。あ、メール来ましたか。あ、みちょぱらね。みちょぱら。ぜひお聞きください。ね、みちょぱら。何やってんだろうってなりますよね。車とかでね。何この人ってなりますよね。なる。何やってんのって思って。そう。だから営業とかで行って、だいたい羽田から、うん、そうそうそう。車止めてて、帰り際にだいたいそれやってる。あ、なるほど。そうそうそう。日曜ね。ってね、感じでね。ますから。いや、でもほら、ドジャースね。ワールドシリーズ優勝したでしょ。はい。我々ね、11月29日にね、あの、ロスで、単独ライブやるんですよ。それね、だから、ロサンゼルスで、やるのに、すげえ大変だったらしいですよね。大変です。過去にイギリスでね、やりましたけど。ロンドンとスペインでもやってるんですけど。スペインでもやってるのか。そう。まあ、今年はね、50歳、50歳になったんで、おー。ちょっと待って、記念になんかやる。あ、50-50。50-50。なるほど。俺たちも。で、小島さんのスケジュールが大変なの？小島さんのスケジュールは考えてません、特に。レギュラーメンバー。あ、考えてないですか？小島さんはね、今回ちょっと来れないみたいですね、やっぱりね。それ1ヶ月前に言われてもね。これあの、聞いてる人わけわかんないでしょうけど、ただのファンですから、これ。小島さんのスケジュールが出てる。小島みたいなのを見つけなきゃいけない。小島。あのぐらいの。いないよ。申請とか、そういうのが、ものすごく大変。アメリカでライブをやるって、アメリカでお金を取ってライブをやるっていうのは非常に難しくて、実は昨日、アメリカ大使館に面接行ってきました。大使館まで行かなきゃいけないの？行かなくちゃ。面接行かなきゃいけないの？そう、俺と富田二人で行って。演者が行かなくちゃいけない。直接。でも見た目でもう無理ですよね。大丈夫だったわ。大丈夫だよ。NHK じゃないんだから。昔のね、本場と応援バトルね。あの、門前払いですから。よく朝一から行きますよ。NHK 入れません。そうそう、朝一も楽しかったですよ。花大好き。あ、それで、アメリカ大使館大丈夫だったんですか？アメリカ大使館大丈夫。ネタをやるの？そこで何を？ネタ見せやんだよ。アメリカ大使館。要するにビザを。思想とかの強いネタだったら止められるとか。ビザは大丈夫。大丈夫。多分大丈夫だと思います。一週間かかるみたいですけどね。審査は。日本語でいいんですか？日本語で。そう。でも外国の、もちろんアメリカ人の方が、あの面接官で、でもすごい英語でバーッと喋られたから、ちょっと通訳の方お願いしますって言って。あ、ちゃんといるんですね。そうそうそう。そうですよね。え、サンドイッチマンさんだけですか？そうです。他の、あの、バーターで誰か。誰もいないね。あ、いないです。サンドイッチマンライブツアー。もうファントと漫才を。そうだね。日本人の方に向けてやるやつですもんね。基本的にはロスにいる日本人ね。ロスのね。そう。間違って思いっきり、そのね、外国人だらけだったら俺はやんないですよ。いや、危ない。This is a penしか喋れない。日本語が通じない人たちだったら。もう危ないです。やらないですか？そう。あと、あゆは魚ね。はい。あゆは魚。あゆは魚、どういうことですか？あゆは魚。あゆは魚。なんか今あのスタッフさんがあんまりそれ以上言うなって。なんかロス。ロス。面接いやそれは面接の内容は言わないよそれ。うん。ロスの話はしていいんですもんね。ロスの告知はしていい。ロスの告知は今ありがたい。せっかくねあれなのにシーズンオフで残念ですね。ロスでねなんか野球とか見れたらよかったけど。だからそれこそ大谷くんがいればね。ね。いるのかな。いやもう日本に帰ってくる。どうなんだろう。帰ってくるかな、自主トレとかですもんね、正直言って、ね、自主トレ日本でやるのかな。自主トレとはやっぱりに、日本じゃないんじゃないですかね。どうなんですかね。そうなんだ。連絡先は知らないですか、さすがに。大の字の大谷さんは知ってんだけどね。いや、いいわ。大の字の大谷さん連絡しなくていい。悔しいです。ビッグさんは知ってんだけど。それいいんです。大谷翔平君は知らないんですよ。でも松行友達、俺ね、そっか。そっから多分、つなげればつなげると思うんだけど。まあまあそこまではちょっと。
ね、すげえ。ちょっとなんかね、なんかなんて言ってわかんないですよね。そうそうそう、うん、ね。おめでとうとかね、うん、なんかそういうのね。そう、うん。なんかね、ちょっと申し訳ないっていうか。招待して。いや、したいよね、本当は。ねえ。うん。うわ、いいな、ロスで漫才か。知らない大谷君の連絡先。あ、もうすぐわかります。なんでどういう状況だよ。もうすぐわかります。どういう返答なんですか。水面下で。もうすぐ見ます。水面下で動いてるの。どういう。申請中。さっきの流れでこれからっていう、来るかなってことなのか。うんうん、これから、はい。これからで。これから。何の時の大谷さんは知ってる三時の大谷さんは全然知らない。連絡入ってない。連絡入ってない。なんで大谷の方が近い。本当に。いつまで、いつまで。木曜日のオープニングじゃ一緒に聞いてください、はるかさんの1週間を。あ、聞く、はい。いいですか。今週は何があったんですか。はい、今週はですね、うん、スタンダップコメディを見に行ったんですよ。うん、あの渋谷のロスの話になんか、はい、渋谷で毎日やってんだよね。あ、そうです、毎日やってて、普段は英語が多いらしいんですけど、うんうん、なんか週に1回ぐらい日本語でやる日があるみたいで、うん、日本人がやってる。あ、そう、外国の人が日本語で、はい、ライブあるの渋谷あるある、はい、なんかどういう感じなんだろうと思ったらめちゃくちゃ面白くて、そのなんかステージで、ま、なんか袖から出てくるんじゃなくて、うん、その演者がもう客席にいて、うんうん、次は誰々だ怖いみたいになったら、うん、客席からもう飛び出していくんですよ。やっぱりアメリカのドラマだからよくある。あ、はい、そうですね。あいままなんだ。うん、で、なんかこう、マイクを渡して、みたいな感じでやって。面白いんだ、ちゃんと。あ、面白いですね。すごいお客さんもいじるっていうか、すっごい話しかけて、なんか、あ、どっから来たのとか、うん、いくつなのとか、うん、あとなんか、学生時代に、その、英語の授業、やってたの、うん、どこの国の先生だったみたいな、うん、とか話しかけて、なんかすごい盛り上げて一人30分ぐらい喋るんですよ。すげえ、すごい。漫談。あ、そうですね、まあ、漫談みたいな感じで、ね、何歳ぐらいの男性か女性だと、どういう感じでしたっけ。でも40代とか40歳ぐらいの、うん、多分男性のイギリス出身の方で、なんかすごいなんかもう鉄板トークみたいなのをどんどんしていくみたいな感じで、要するに自分の人生の話とかでしょ、要するにそうそうす、ね、ちょっと自虐とかもそういうの入れたりとか、はいはい、そうですね。なんかでも本当、うん、そのお笑いライブみたいな感じでお客さんも笑って、あ、めちゃくちゃ笑ってます。爆笑ステージ、そのなんかパン50人ぐらいの多分ステージ、うん、舞台なんですけど、うん、もうパンパンで、ほぼ日本人で、で見に来たことある人とか言ったらもう、あ、初めて来た人ってあげたら、うん、もうほぼ全員あげてて、リピーターいないかいみたいな。おそこでまたドンと。はい。やったりとか。それ俺ね、ちょっと気になってたのね。あ、そうなんだ、ね。一回行きたいと思ってたの。はい、初めてだ、行った人の感想。で、自分でチケット取ったの、うん、あ、それはなんかそこによく行ってるっていう方が知り合いにいて、うん、で、一緒に来ませんかって誘ってもらったんで、行ったんですけど。そういうのって、飛び入りでさ、参加できるの？あ、なんか、うん、ホームページ見たら、うん、申し込めば参加できる日があるみたいで。いや、俺、出たいですね。あ、はい。それ、だから、ナイツで出たら面白いだろうな、また急に。やっぱり出てていいですか、そのスタンダップコメディの。だから、舞台に一人で、俺がカロリー1理論とか、そういうのだって、俺が持ってるやつがある。一回最初俺出させてくれ、じゃあ。カロリー0理論やるから。意味わかんない。いきなり1理論やられると思わない。意味わかんないけど。あ、ゼロありきの1だから、うん、よくなんかそのアメリカのドラマとかで、うん、普通の主婦とかが、うん、なんか参加してそこで受けてスターになっていくみたいな、そんなのあるんだ、あるの、で結構もうめちゃくちゃななんかもう旦那の愚痴とかをバーとかって言って、うん、うわーみたいな感じで受けてそこからなんかスターになるみたいなやつとか、うん、あ、でもなんか本当そんな感じでしたね、うん、身の回りの出来事を喋って、うん、自分はこんな人間だみたいなのを言っていくみたいな。日本人は出てないの？あ、日本の人もいました。あ、いたんだ。はい。そう、英語全然できないんだけど、周り全員社員が全員外国人の会社で働いてるみたいな。うんうん、うわ、みんなだから本当のお笑い芸人じゃないんだね。そのなんか吉本に所属してる人が一人で出てるとかっていうんじゃないんだね。多分そうだと思いますね。スタンダップコメディをやってる人が、本当にフリートークみたいなことなんでしょ結局。多分そう。でもオチみたいのがあんのちゃんと。多分その、うん、まあ、エピソードみたいなのをこう積み上げていくって感じなので、うん、一応そのエピソードのオチみたいなのはあるんですけど、多分その持ちネタがいっぱいあれば全然長い時間やっていけるみたいな。30分ってなかなかだよね。なかなかですよね。
もはるかちゃんそれを勉強に行ったってことははるかちゃんもいつかやろうとしてるってこと、そのいやスタンダップコメディこれからいやオチはもうだってやるんかい、オチは決まってるわけだ、えオチはもうオチ決まってる、し神経が死んでるんでそこまでのそこまで引っ張るんこんなに綺麗に直したのにそうですね、それも絶対出たい、絶対出たいあるよね、やっぱり自分の人生とかの体験が、はい、まあね、やっぱり日本人ってあんまりネタにしないじゃない、ね、要するに別個でネタを作るじゃない、作品を、だからそういう方が多分いいと思うんだよ、なんかネタ作れない若手芸人っているじゃん、だけどすごく苦労してるとか、そういう面白い話のいっぱいいるじゃないですか、そう、そういうのの研究をちょっと したかったんですよ、あ、なるほど、それ面白い、そうだなと思ってたんで、そうそうそう、じゃあぜひ今度また一緒に、ね、一緒に行こうよ、面白いね、面白かったですよ、お酒とか飲みながら見るやつなの、あ、そうです、みんなワンドリンクでお酒飲みながら、そう、達さんだからその今から LA 行くから勉強しといた方がいいかもしれないですね、うん、そのスタンダップコメディ、そうね、ね、うんうん、富澤一緒にいるけどね、あ、いや、あ、コンビですから、コンビだからか、うん、あ、そうですね、一人漫談コーナーとかないんですか、万美京コーナーがあればね、万美京コーナーやるんですか、 LA で、わかんないですけど一応衣装を持っていこうかと一応持っていこうかと万美京をまあ、そう漫才と、まあ、コントとか、そう、まあ、コントもだからセット持っていけないから、そっか、どこまであるのかっていうね、向こうにあるものでそうそうそうやるんだ、だって発売はしてるんですよね、もうあの順調に売れてるみたいです、へえ、キャパはキャパ400か500ぐらい、すげえ、それすごいっす ね何泊、5泊かな4泊かな45泊、まあでもあっという間でしょうね、あっという間、あっという間、マネージャーは誰か、田中2人ぐらい、まあ、じゃあ1人かな、林さんが多分来ると思うけど、 あそうなんだ、そうすげえいいじゃないですか、行きたいな普通にいや無理です、ゴルフ入れてる、ゴルフはいけてないね、入れない入れない、無理無理無理、その時間はない、さすがにその時間はない、そうそうそう、結構ハードだ、林さんが行くって言うから、そうね、なんか一日あるのかなって思ったけども、そう、じゃあ今それにもう単独ライブってもう終わったんでしたっけ、全国さん、あのちょうど先週のこの間の日曜日で、あ、千秋楽舞台、お疲れ様でした、終わりです、ありがとうございました、ね、花組に来てくれてね、見に来ました、やっぱり初めの、ま、オープニング1本目のネタ、うん、50分ぐらいやってましたよ、やってましたか、そんな長いネタもだってスタンダップコメディみたいなもんじゃない、あれスタンド立ってるからね立ってますよ、漫才みんなそうです、うん、立って50分やんのかな、異常なんです長すぎるんですよ、ネタに入るまでが長いんだからな、そんでいや、スペシャルゲストでね、あの、はい、高俊さんが来てくれて、仙台公演は、あ、そうですか、僕らも一回行ったことあるけど、めっちゃいいお客さんですよね、そうそうそう、完全サプライズゲスト、うん、あ、そう、あれ毎年誰か一人ゲスト呼んでるんですか、でもあれナイツが初回だよ確か、あ、そうなんすか、そうなんすか、たまたまほら、うん、単独ライブ重なった日だよね、あれ、あ、ナイツとサンドイッチマンの単独ライブが仙台で重なったの、同じ日に、時間はちょっとずれてたんだけど、うん、だから出ちゃおうみたいになって、そう、そっからすごい、ね、あ、お客さん喜ぶっつって、もう完全サプライズでナイツも、そうそうそう、盛り上がったねあれは、え、それで他に誰が、高俊さんの前とかは、は、アンタッチャブルさん、あ、すげえ、友近さん、バイキング中川家さん、あれ栄子ちゃんは、栄子ちゃんはね、なぜか毎回いる、毎回毎回いるんだ、毎年、別にサプライズじゃないんだ、何にも、もうお客さんもどうせ出てくるから、そんなわかないもうあ、はい、カノ君ねみたいな、まあそうですよね、もういい子だからね栄子ちゃんはね、福君も出るんですか、福君も、なんで福君出るのよ、いや高橋先生がいつも怒ってるから、マナちゃん、高橋先生いつも言うんだよそれ、マナちゃんばっかひいきしてっていう、福を相手にしようマナばっかり相手にするな、高橋先生、福をなんとかしろって、俺らなんで俺らに言われなくちゃいけないんですか、福をなんとかしろよ、いや別に福君は頑張ってやる、今別にテレビで芦田マナちゃん見ていや福君出てねえんだと思う人いないからいやね、そう一緒に出てたけど小さい頃あんまいないけどね、もうね、マナちゃんもやっぱ見に来るんですか、うん、マナちゃん、今年は来れなかった、忙しいから。忙しいからね。忙しい。でも、例年、だいたいお友達と二人で見に来てくれる。そうなんですか。うん、本当に。マナちゃん見に行くんだもんね。嬉しい。すごいよ、今年もね。そうそう。誰が来たんですか、今年は単独で見に。何よりもね、内田有紀さんだね、やっぱね。あ、内田有紀さん。もう、あれ、歩いてましたもんね。そう。あの、帰れマンデーで。内田有紀さんがなんと、万美清の T シャツを着て。2年連続来てくれてます、ね、え、年って1個下かな、どっちが、内田有紀さんが
あちゆきさんがした。そう。やっぱりでも、高校生ぐらいの時に。俺らなんか昔から見てるからね。見てます、ね、昔から見てますよって言うと、ちょっと怒るんだよね、うん。ちょっと怒られるんだよ。ちょっと怒られる。なんなの昔からって。だって昔から見てるもんな。年上みたいに言わないでよとか。でも俺らは中学生ぐらいの時から見てるんだよ。めちゃくちゃ、みんな同じ髪型してたもん。そう、デビューが早いからね、内田さんはね。うん、そう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 。何でしたっけ、内田ゆきさんってもう。だからね、カラリオの CM とかがすごい、あれだった。あれ聞いてなかった、ラジオ。夜空にユーキース。内田ゆきの夜空にユーキース、日本放送。日本放送。あ、俺ちょっと渡瀬真希のミッドナイトフライトしか聞いてなかったんで。夜空にユーキースはちょっと聞いてなかった。リンドバーグ夜空にリンドバーグ。知らないです。そう、だから、ラジオショーにも来てもらって、ゲストで。で、聞いてたんですか。そう、聞いてた。富澤も聞いてた。夜空にユーキース。大好きなんだよ。そうそうそう。そう、信じられないでしょ、内田ゆきさん。いや、そう。で、あの人ずっと変わんないのよ。ずっと綺麗ね。ずっと綺麗。顔も小さいし。ちっちゃい。うん、で、ニコ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 してね、すごくいい方。ねえ。変わった人って誰ですかね、それやっぱり。自分が言う、まず。まず自分が言うんだよ、それ。言わなくていいよ。いっぱいいるけどな。危ないよ、本当にこの時間生放送やるの。いや、本当ですよ。よくやってる、花輪くん。ずっと。ここでそう、フリーで30分待ってやって。お昼ですからね。本当、そう、お昼。気をつけないと。気をつけないと、本当に。危ないですよ、ますもん。ちゃんと我慢してるよ、でも。我慢してます。まあまあ、一応我慢してますね、今のところね。危ない事故はなく。本当に。余計なことしか言わないんだ。大丈夫ですか、この後。そこまで言うか。そこもすごい言うからね。それ心配。それが心配なんですよ。何も言わなそう。大丈夫です、全然。ニュースとか見ておかないといい。ニュースも全部入ってる。飯田さんとでしょ、木曜日だから。飯田浩司さんとそうです。ニュース全部入ってんですか。入ってますね。大体わかるんですか。大体わかる。大体。そういう国民の心配。辛坊さんより言うじゃんって。あ、そうなの。キャスティングボード握ってるみたいな。そうです、やっぱり。いや、します、もちろん。すげえな。辛坊さんより言うじゃん。あ、もう逆にもう、辛坊さんよりもみたいな。今日毎週毎日聞いてたけど、辛坊さんってあんま言ってなかったんだって思うぐらい言いますよ、今日。辛坊さん全然言ってないじゃん。辛坊さんなっちゃう。この時間、新聞7個ぐらい読んでますよ、いつも。読んでるやつ、本当に。黄色いです。読みました、今日、新聞。まだ読んでない、これから。絶対ダメだって。ビバリーの時間からも辛坊さんずっと新聞読んでるから。新聞読んでるから。大丈夫、ネットニュース見てるから。大丈夫です。切り取り記事。切り取り記事。結局切り取り記事読むじゃないこたつパーソナリティーが最初です。読んで、こういうことあったんだっていう。ただすげえ言うから、本当に。富澤もすげえ言う準備して。言うだけでしょ、富澤さん言う準備できます。あいつすげえ言う準備してる。言うだけだよ。俺今日言うから。富澤さんが言うとしたら怖いですけどね。俺今日言っていいのって言ってた。絶対言うだけで。番組がそこまで言うかだからいいんだ、今日は。言う内容薄いだろうな、何系を、だけ教えてもらっていいですか、こう。ジャンルいろいろあるじゃないですか。芸能、芸能、政治。日大の不正タックル問題いつまで言ってるいつまで言うんだよ。あれ言います。いや、言うのはいいけど、その、バイキングでずっとやってる。最新のやつ言ってる。バイキング、バイキングも終わったから。バイキングだけの残像じゃない。バイキング終わったから。喋ることなくなっちゃった。ポップアップポカポカやってるから。毎日やってんだポップが、ポップアップ終わったから。一番良かったですもんね、あれ、日大のやつね。不正タックル。いまだにチョコプラが真似しますもんね。次ずっと出てたんだから。ずっとやってんだ、不正タックルもんね。あの時全然言ってなかったじゃないですか。バイキングの、バイキングのニュース切る時だけ全然喋ってなかった。ビッグダディ一言も喋ってない。出てたね、ビッグダディ。ビッグダディ出てましたけど。地引き網だけじゃないですか、僕。出てたの。急にテイスト変わるからさ。びっくりしちゃって。いや、だから今日もうオープニング30分経ってますから。そう。いや、もうやばいでしょ、こんなん。もうだから、もう。いや、もういいですよ。準備してください、もう。そこまで言うかの。そこまで言うかの準備ですか、あんのそこまで言うかの準備。ないはずあんのかどうか俺わかんないけど。わかんないけど、一応じゃあそこで新聞読んでる。皆さん何やってるんですか、あいつはもう寝てます。朝一早かったから朝一早かったから。でも、そう言う準備をしてます、多分。言う準備。3時半からすげえ言う。寝ねえの。いや、俺もう絶対来ようと思ってたよ。ラジオショー。早く寝てください。少し休んでください、本当に。あの、スームじゃあ。すいません。よろしくお願いします。じゃあ、結構言うんで。ちょっと、言う準備で。それしか言ってない。言うしか言ってない。3時から。
あ、3時半から。3時半からすげえ言うんで、はい、すいませんが。それだけ覚えてる。何時ぐらいから言うんですか、長いですよ、あれ。4時半ぐらいから言います。結構かかるな。全然言わない。1時間言わねえぞ。それで言わない。それで言わない。それで言わない。なんで1時間なんで言わないんだよ。4時半からただ言う。3時半から言えよ。3時半からちょっと黙ります。3時半から黙ります。ってんじゃないですか、そちら。ごめんね、お邪魔しました。はい、お願いします。すいません。なんで4時半から言う準備だ。準備だ。わかんない、あの人、本当に。具体的なこと一個も言ってないよね。思えないもんな。難しいな。さあということでね、はい、そろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!こんにちは、ナイツの土屋信之です、はい、花輪信之です。木曜パートナーのハリセンボン美濃遥です。さあ本日のラジオショー1時台は口ミュージッククイズショー、うん、2時台のゲストショーは今週は連日キングオブコントファイナリストが登場ということでタイタンの期待の若手コンビ、うん、シティホテル3号室が登場です、はい、3時台は青春かなもあります。そして今日はこちらのメールテーマで皆様からの参加をお待ちしています。ホテルのあれこれ、今日のゲスト、シティホテル3号室、うん、そのコンビ名はシティホテルでバイトをしてた経験から付けられたとのことで、それにちなんであなたのホテルにまつわるエピソードやこだわりなどを送ってきてください、はい、例えば旅行などでホテルに行ったら必ずルパン三世みたいにパンツ一丁でベッドにダイブしますとか、うん、なるほど、ホテルのバスローブで寝ると朝起きたら 100% はだけていてちょっとだけ風邪をひきますとかね。わかるわかる、はい、うん、こちらのメールお願いします、はい、受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。今日のテーマ以外にも番組の感想、ゲストへの質問など気軽にメールで参加してみてください。メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペンクロをプレゼント。プレゼント希望の方はメールに必ず住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた、出張買取はカメラの北村、電話は0120-157-999。繰り返してくれる？157-999。はい。美味しさっていくつか種類があるけれど、ロアカーのウェハースはピュアな美味しさだって。自然の味を生かしたレシピだもん。世界で愛されるわけだよね。心緩まる自然の美味しさ、来年100周年。イタリア生まれのピュア、ラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。花輪信之、土屋信之、ハリセンボン、箕輪はるか、この後3時半まで生放送。ナイツザ・ラジオショー、お送りしてます。ナイツザ・ラジオショー、この時間はこちらをお届け。 Ladies and gentlemen、AM 1242 FM 93 Nippon Hoso number 1 DJ Harrison Ben Haruka Minowa Nights the Radio Show Kochi Music Quiz Show。 Hello everyone! 口イントロのジョーコとハルカミノワです。
Today もやってきました、プチミュージックショー。毎週一人のリスナーの方に電話をつなぎクイズにチャレンジ。有名な楽曲のイントロを私はるかみのわが口で再現する口イントロと、あるかしの一単語だけ歌うワンフレーズクイズを出題。両方正解できればラジオショーサインペアをゲット。ナイツの二人にはスケートとしてリスナーさんがわからなかった時にヒントをお願いね。スタンダップコメディ見たからやっぱりイントネーションも生のね伝わってきますね、はい。今日のチャレンジャーは茨城県結城市、ラジオネームレイサムさん、51歳の男性の方です。もしもーし。もしもーし。あ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、お願いします。ラジオショーはいつも聞いてくださってるんですか？はい、1回目から、はい、聞いてます。あ、はい、ありがとうございます。すごいじゃないですか。ありがたいですね。いつもどんなお仕事中とかですか？あ、ラジオ聞いてから仕事に行く感じです。あ、そうなんですね。はい、はい。あ、なんか、岸坂も集めてくださったみたいで。そうですね。池袋行ったり、春日部行ったりして買い、集めました。はい、あ、そうですか。早かったガチャガチャの森。あ、そうです、そうです。全種類集めた。あ、はい、集めました。すごーい。ありがとうございます。すごい。実際に遊んでみましたか？あ、そうです。あ、遊ぶ、あの、ケースに入れて飾ってます。なるほどね。すごいですね。大阪をやってるわけではないですね。あ、すいません。いやいや、嬉しいです、はい。全部集めてくれて。ねえ、はい。得意なジャンルとかアーティストさんは、どのあたりですか？ビジュアル系って言われてたバンドとか、うんうん、ルナシーとか、爆竹とか、ボーイとかそんな感じです。その辺ですか、はい、ちょっとそっか、はい。なるほどね。出るかもしれない。50歳ぐらいの、そうか、うん。なるほど、出たらいいですけどね。ああ、そこですよね。毎回聞いててどうですか、正解率。まあ、今すごい緊張してるんで、うん、ヒントとかいただければありがたいです。わ、うん、かりました。は、う、い、ん。なるほど。じゃあ今から、まだ聞いてないのわかんないです。ヒント言いましょうか、今。わかんない。わかんない。わかんない。混乱するだけだから、それ。行きましょうか、じゃあ。はい。じゃあ、頑張ってください、レイサムさん。はい、お願いします。はい。はい、それでは1問目、こちらです。クーチイントロクイズ。私、箕輪はるかが歌うイントロを聞いて答えてください。それでは行きます。てん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 うん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 、その歌詞は何だろうね、そのタイトル、あ、歌ってってみてください。うん、連れて赤いスイートビーだ。正解。見事。すいません。素晴らしい。いや、タイムとしては全然早かったですよ。うん、どうもすいません。林家三平師匠の真似しなくて、うん、これはもうね、うん、印象的なメロディーだから。そうですね、そんなに いっぱい言わなくていいもんね。そのこの「てん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 」で、うん、ね、通じるもんね。印象的、ま、女性アイドルあんまり聞かないんで。あ、うん、そうですか、うん、はい、だこれさすがに知ってた。あ、ね、あ、すいません。よかったです。もう自力でね、はい、いや、よかったよかった。ありがとうございます、うん、okay、では2問目参りましょう、はい。こちら。One phrase quiz。歌った歌詞の一言だけで何の歌かを当ててください。今日の一言は、ハッピーハロウィンのハッピーです。ハッピー？はい。ハッピーってつく歌詞どれくらいあるかな？男性で、はい。バンドじゃないですか？あ、バンドですね。ああ。ちょっと分かった。聞いたことはあると思いますよ。何人組ですかね？何人組って言われると、なんかいろいろ変わってたりもしたかもしんないから、即答しづらいですね。多分3、4人ぐらいですよね。そうですね。はい。元気出る系の歌ですよね。あ、そうですね。結構はい。カラオケの定番ですね。これは盛り上がりますね。うん。なんかアルファベットじゃないかもしんないね。バンド名が。カタカナかもしんないですね。あ、
ボーカルの人若いですかね。いや、もう結構なもうベテランの、あのバンドですよ。ちょっと私たちよりちょっと上世代ですね。上の世代ですね。うん。ハッピー。ハッピーが、こう、サビの頭とかではない、ちょっと何かのと後に出てくる感じですね。もう、ウルフルズじゃないですか。おお、あ、ウルフルズの死ぬまでハッピーってやつです。おお、あれタイトルなんだろう。いやもうそのちょっと前歌えばもう。そうそう、うん、歌ってみてください。そのまま歌っちゃえば。万歳だ。うん。万歳。正解。正解。やった。歌ったら出てきた。あーどうもすいません。いや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 素晴らしい。なんかすいませんワールドシリーズ優勝決まった日にすいません。いや本当ですよ。本当に。いや、よかった。はい。ヒントをものにして。でも、ちゃんと分かってるんです、はい、そうですね。うん、ちゃんと分かってる。うん、そうですね。ということで、ペンはおしゃれなケースには飾っときます。あ、そうですか。いいんですか、ね。おしゃれなケース持ってんすか。いや、買いに行って。あ、もうこれね、どこに送ったから。どこに送るから。はい。どこに買いに行ったら、どこでもいいんだよ。あ、ジョイフルホンダに。あったあるあるある。近くにあったかな。あ、そうですね。じゃあ、プレゼントゲットです。おめでとうございます。飾ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてください。はい、失礼。はい、こんな感じで口ミュージッククイズショーのチャレンジをウェルカム。出場希望の方はメールに住所、氏名、年齢、電話番号と好きなアーティスト、得意なジャンルなども書いて rs@1242.com までメールをプリーズ。スタッフから事前にご連絡がいきますので何卒よろしくお願いします。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時注射器の使い回しがありました。その際血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人です。天童よしみコンサート2024音楽の旅心の贈り物、11月19日火曜午後1時30分から J コムホール八王子、チケット好評発売中。お問い合わせは03-3355。野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。アメリカメジャーリーグワールドシリーズ第5戦で大谷選手と山本投手の所属するドジャースがヤンキースに7対6で逆転勝ちし、対戦成績を4勝1敗として4年ぶり8回目の制覇を果たしました。大谷選手はこの試合1番指名打者で出場し4打数ノーヒットでした。今シーズンドジャースに加入した大谷選手はメジャー7年目で悲願を達成し、1年目の山本投手と頂点に立ちました。試合を終えた大谷選手はナイスゲームだった、最高の終わり方で、挑戦が今日午前7時10分ごろ首都平壌付近から長距離弾道ミサイル1発を日本海に向け高角度のロフテッド軌道で発射したと明らかにしました。記者団に答えた中谷防衛大臣です。飛距離は約1000キロ、また最高高度約7000キロを超えると推定をされます。これまで最長の飛翔時間であり、かつこれまで最高の飛翔高度であったと。飛行時間はおよそ1時間26分と過去最長で、北海道奥尻島西方の EEZ 排他的経済水域の外に落下したということです。これについて自民党の小野寺政調会長です。おそらくアメリカの東海岸まで当然到達する可能性がある。ですからワシントンやニューヨークも当然射程に入るようなものという
ふうに私には取れると思います。一方、北朝鮮国防省の報道官は、北朝鮮のミサイル総局が今朝 ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を実施したと表明しました。これは北朝鮮国営の朝鮮中央通信が伝えたもので、 ICBM の発射実験には金正恩朝鮮労働党総書記が立ち会い、核武力強化の路線は不変だと述べたとしています。次に、日銀は今日の金融政策決定会合で、政策金利である無担保コール翌日もの金利の誘導目標を 0.25% 程度で維持することを決めました。海外経済はアメリカ大統領選挙を前に波乱含みで、国内も政局が混迷しています。金融市場の不透明感が強く、日銀は利上げを急ぐ必要はないと判断しました。ただ市場では、円安が進めば日銀が年内に利上げを迫られるという見方も出ています。おしまいに、東京電力で福島第一原子力発電所の事故発生当時会長を務めていた勝俣恒久さんが今月21日に亡くなりました。84歳でした。東京電力ホールディングスが今日発表したもので、体調が急変したということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線。青森県リンゴ島さん、先週のね、大抽選会で、はい、キャリーオーバーの16万円を最後に当てた、ラジオネームリンゴ父さんです。賞金もさることながら、ナイツのお二人とお話できたことマジ最高でした、うん、ですが、このことを家族には、25歳23歳18歳の3姉妹のシングルファザーです、まだ話せていません、なぜなら今高校3年生の三女の大学受験の合格発表が控えており、家庭内がピリついています。そんな時期に父親がラッキーを大幅に消費してしまうような出来事があったなんて、子供たちに告白するのは小心者の私にはできないからです。その方がいいよ。三女の合格が分かる日、11月14日木曜日まで、このことは私の心の中に秘めておくつもりです。その日が来たら、子供たちに16万円の当選の報告をして、東洋館ツアーを家族会議にかけた後、結果報告のメールをしたいです。合わせて三女の大学受験合格の報告もできたらマジ最高なのですが、最後にはるかさん、はい、僕も車両系建設機械、整地掘削、解体の資格持っています。重機最高。あ、すごい。11月14日に、そうか、先週のね、この木曜日でしたもんね、でもまた木曜日だもんね、結果が分かる以外ね。本当だ、そしたらその日に14日にまたね、こう、もし分かっていれば、連絡いただいて、分かりますよね、三条さんね、東洋館のツアーもね、ちょっとこう値段上げて、こっちもね足りなくさせるぐらい、お祝いなのにちょうど使い切るぐらい、ちょうど使い切るぐらいのプランを計画かけてましょうか。だったらね、東洋館の入場料でね、全然入れるんですけど、すごいね、いいね。でもそのね、25歳とかもっとちっちゃいかなと思ってたけど、23歳、上の娘さん25歳なんですって。調整するのもね、多分大変だよね、みんなね、いろいろね、お仕事とかもあるでしょうか、あるだろうから ね、うん、ね、お父さんとね、ぜひみんなで来れるといいな、本当だね、合格して、結局なんかコスメをプレゼントしちゃいましたとかメールでも面白いけどね家族会議の一応ね、家族会議かけてみたんだけども、豊川に行きたくないって、行かないってね、娘たちがなんか、コスメとか買いたいとかっつって、ね、ディズニーランドに行きました絶対その方がいいと思うよ娘さんのために使うならね、そうそうそう、やっぱもうお父さんもでもシングルファーザーずっと頑張って、ね、やってるから、お父さんのご褒美を、お父さんのご褒美ね、ぜひね、本当だね、使ってほしいですよ、トヨカツアーでもいいですけど、お父さん、ね、ありがとうございます、メールありがとうございます、嬉しいですね、はい、はい、メガロパン、うん、昨日のラジオショーでは安藤なしさんが始まって味噌汁を手元に置きつつトークしているという話題になりました、はるかさんは手元に何かホットミルクなんか置いたりしてるんですか、という、普段はしてないです、お水とか
はいですね。ね、なんか味噌汁バシャってやっちゃいそうです。あ、いつもお水だけですか？そうですね。あ、コーヒーがある時もありますけども。うん、はい、でもペットボトルだね、大体ね、蓋付きが多い。そんなに激しい動きしないけどね。いやでも暴れ手振り使わないでしょ。暴れ回るかもしれない。暴れ回る。続いては日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの、あ、失礼いたしました、うん、続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、お願いします。はい、お伝えいたします。こんにちは。こんにちは、はい、横浜今19度、少し雲が出てきています。さて、横浜市では都心臨海部のにぎわい創出に向けた取り組みとして、今日から4日間横浜水辺フェス大加川夢ロードというのを行います。河川空間活用の効果とか課題を検証する実証実験ということで、このイベントを通して今後の河川の活用につなげていくそうです。さて、大加川夢ロードというのは横浜市役所に隣接する水辺のデッキ部分でして、桜木町駅からも馬車道駅からも歩いてすぐのところになります。まあ、実験といいましても、水辺フェスという名前の通り、食べ物も音楽もある楽しいイベントになっています。例えば横浜の野菜を使った食事ですとか、フードロスの取り組みをしているキッチンカー、市内で醸造したクラフトビール、横浜で活動するミュージシャンのライブステージもあります。今日と明日は16時から21時まで、11月2日3日の土日は11時から21時までとなります。みなとみらいの景色を見ながら、川辺のデッキでのんびりしてみてはいかがでしょうか。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けいたしました。久米さん、今日のテーマはね、はい、ホテルあれこれ、ホテルあれこれ、なんかホテルにまつわる話みたいなことなんですけど、うん、大抵どのホテルに行っても寒がりなんで、まず布団をチェックして、大抵あのフロントに電話して毛布をもう一枚くださいって言ってます。絶対そう、僕もそうですよ。なんか風邪ひきますよね。暖房ガンガンかけて薄いので一枚っていうのがちょっと、あのまだ時代にそぐってないのかもしれないですけど、ちょっと喉やられそうになる、はい、なるからね。そうですね、はい、どのホテルも毛布ってすぐ貸してくれるもんですか？大体持ってきてくれます。あ、そうなんですね、はい、それは良かった。僕も、日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、桶川加納インターに大型トラックが故障して止まっているため5キロの渋滞です。さらに東京都の大型トンネルにトラックが故障して止まっているため8キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬県の稲村山トンネルで事故のため1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは幕張インターで乗用車2台の事故のため2キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは池尻でトラック2台の事故のため2キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時55分ごろお伝えします。はい、メールですね。テーマメール、ホテルあれこれ、千代田区のチャトラトラックさん、うん、私は地方のホテルに行った際、ホテルでテレビで見るのが楽しみです。テレビを見るのが楽しみです。その地域のローカルな情報番組や深夜のバラエティをダラダラと見ながら、ついつい夜更かししてしまいます。またホテルによっては無料の動画配信もありますが、先日宿泊したホテルでは昨年のナイツ独演会が見られるようになっており、ランキングを見るとなんと1位でした。みんな楽しい気持ちで眠りにつきたいんだなと思いつつ、私も好きな箇所を何度も巻き戻しながら最後まで楽しませていただきました。ありがとうございます。僕らの夜ね、それでなんかエッチなことねしてる、してないですよ。下ネタの部分でね、下ネタの部分でそういうつもりで見てないと。カテゴリーの我々が入ったその中の1位なのだとしたらすごいけど、ね、アダルト動画の中の1位だったらすごいけど、ね、じゃないんだ。違うと思いますよ。まあ、俺も好き、田舎のそういう、ね、そうですね、うん、ローカル番組とか、ね、俺はなんかやっぱ九州に住んでたじゃない、はいはい、だからその当時の思い出すんだよね。なんかあの福岡行った時に泊まった時に、ああ懐かしい、その感じを
そう、なんか思い出すその人まだやってるんだとか、あ、同じ人いたりするんだ、もう全然同じ、全然変わってない山本さんとか山本佳代さんとか、ああ、もう剣坊田中さんとか、あ、そっか、コンバットマンさんとか、もうおっさんになったなやっぱ息が長いよね、そういうローカル の, あのタレントさんってね、そうそう、だけどあの長く愛されてるゴリケンさんとかが俺は来る前だったからそっか、うん、だからまだイメージ的にはゴリケンさんも外来種なんだ、ゴリケンさん何このゴリケン、いや、もうもうめちゃくちゃ長いだろ、もうゴリケンさんとパラシュート部隊、そうそう、ね、何これみたいになってるけど、違うじゃん、吉本の島だったじゃんって思って未だに、うん、そういうイメージだよね、栄光のグループサウンズファイナルコンサート11月24日日曜日午後3時から高崎芸術劇場大劇場で、チケット絶賛発売中、お問い合わせは03-3355、 どうしよう、その時でした、カメラの北村なら天から夫の声が、出張査定で漏れなくクオカード、え、僕からのプレゼントと思って、あなた、出張買取はカメラの北村、電話は0120-157-999、繰り返してくれ、ショー2時です、時刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。ハリセンボン水尾はるかです。さあ、メールをどんどん読んでいきましょう、はい、あ、愛媛の方からメール来てます、ありがとうございます、てんこ盛りさんです、はい、京都市場あたりの、古寺には、うん、宿がまだまだ増えてるそうです、うん、1日3組様限定などの小さなホテルをよく見かけます。ところでタクシーの運転手さんが言うには、うん、新しい宿はナビゲーションにすぐ乗らないらしく、なるほど、あ、外国人の方に携帯でこの辺りまでと説明されても探すのに一苦労だと、あ、姉さん六角タコニシ、タコニシキをぐるぐる、姉さん六角タコニシキっていう地域があるってことなのかな、こういう地域を地名なんだ、そこしか言われなかった、はあ、そうだね、新しいホテルどんどんできてたらもう分かんないだろうね、分かんないよね、大体その中はもうね、うん、あの札幌とか福岡行ったらさ、うん、どこどこのホテルって言ったら、うん、運転手さんね詳しいから、うん、あ、そっちですね、大体ね、その中、うんうん、言ってくれるもんね、会場とかも本当に分かんないだろうね、分かんないだろうな、うん、京都はもうそうだね、だって古民家がね宿になってるから、ね、もう個人経営のやついっぱいあるからなんかね対応できないのかな、うん、誰かこの前喋ってたら外国人の人がいっぱい来るやつの仕事をしたんだけど、うん、あの変にもう外国人の人に通訳みたいのしないでくださいって言われたって、あ、なんで、あのターンレフトとか言うじゃん俺たち、あの例えば言われても道どこですかって、ターンレフトって言うと曲がれって言ってるみたいな感じで、あ、でトラブルになる、命令してるみたいになっちゃって、なんかムカつくらしいんだよね外国人の人が、その人、そうなんだ、だからもうスタッフが やるので、スタッフがちゃんとプリーズつけて言うのであのターンレフトってムカつくんだ、うん、聞いといて、そうそうそう、向こうから聞いてんのに、向こうが聞いてんのに、ターンレフトって言われたらムカつくんだ、なんか高圧的になっちゃうらしいよ、うん、その辺の加減は本当わかんないからね、わかんないよね、そうわかんないです ねだからそういうの外国大変だよ、外国人いっぱい今増えてるから、うん、はい、もう一つ、はい、醤油付きラジカセさんです、はい、海外旅行に行った時のホテルは壁が薄く、隣の部屋からワーオーな暑い夜を過ごしている声が聞こえてきました、一般的なドラマ映画はもちろん成人視点も含めて演技だとなんとなくコミカルになるんだなと思います。次の日食堂に向かうその2人と思われるカップルと鉢合わせ、ちょっと気恥ずかしくなりました。向こうは恥ずかしいと思ってないんじゃない、やっぱり。そうですね、聞かれてるとは思ってないでしょうからね、うん、声がやっぱ大きいのかな、外国の方っていうのはそもそも、うん、そうなのかもしれないですね、そういう時の声も、うん、壁がねちょっと響きやすいとか、うん、ね、ワオうまかったね、あ、ありがとうございます、うん、特技として知らない特技いっぱいあるな、さあということでまだまだメロ待ちしております、はい、この後はシティホテル3号室の登場です。ザ・ラジオショーです。平日のお昼はラジオショーに周波数を合わせてください。ベイミベイミ
ガインガインさんの電波拾ってるよ。ナイスザラジオショー。 Welcome to the radio show。毎日2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが、本日のゲストはシティホテル3号室のお二人です。まずはネット関係でスタッフパス確認してまして。何かあったんですか？あ、はい、このコンサート会場に関係者を装って不法侵入している男性がいるという情報入りまして。あら、はい、それは大変だなこれ。その首から下げてるのはパスではないです。あ、ごめんなさい、失礼いたしました。私こういうものです。関と申します。あ、いやいや、関でございます。あの名刺はいいんでスタッフパスいいですか？いや、パスはないですよ。関係者じゃないのになんで私がパス持ってるんですか？見つけました。はい、連れてきます。おかしなこと言う。ちょっとあっち行って話聞かせてくれる？なんすか？いや、不法侵入ですよね。話が人聞き悪いこと言わないでもらいます。ここ関係者以外立ち入り禁止なんで。あの、名乗ってますよね。名刺お渡ししてますよね。関慶社。私関慶社と申します。下関の関に係のものと書いて慶社と言います。本名です。関慶社関慶社。裏口に関慶社以外立ち入り禁止って書いてあったんで普通に入ってきました。ダメだから。いやいや、関係者以外立ち入り禁止だから。読み方によってはね、漢字で書いてたんで。え、てかこれ偽名だろなあ。自分で作ったろ名刺。免許証どうぞ。関慶社。本名なの？え、何この名前。父の関義雄が息子にはどんな立ち入り禁止の場所にも入れる男になってほしい、そんな願いを込めて慶社と名付けました。くだらなすぎるだろ。侵入ネームですよね。ああ、ないから。英才教育でね、物心ついた時には私有地入ってました。気持ち悪いよ。私有地に入ったら泣き止んだって言ってましたね、吉尾が。知らない知らない。あんなワンワン泣いてたのに一歩入ったんです。あ、いや、エピソードとか聞いてないから。私はただ書いてあることに従って入ってきただけですけども、何か。すいません。一休さんみたいな不審者です。トンチで入ってきてます。トンチで。指示ください。指示。あの、ちなみに自慢じゃないですけども、関、コンサートにお金払ったことありませんよ。ダメだから。関傾斜席に座ってますんで。関係者席ね。関傾斜席ってね、一列ぐらいダーってあるんですよ。関一人しかいないのに。えと思って。もう関ど真ん中座っちゃう。ど真ん中座ったら知らない人どんどん座ってきて。え、あ、そういうこと。端から関係者、関係者、関係者、関係者だ。変なの紛れ込んでんじゃないか。そういうことですか。お前分かってやってんだろ、それ。あ、そうだ。あそこの立ち入り禁止のドア、試しに席が入ってみせましょうか。あ、いや、やめて。あなたに止める権利はない。いやいや、スタッフオンリーでした。何を見せられてんの。スタッフ。何やってんの、こいつ。これはさすがに席の出番ではないんです。いや、マジで。テンションもよく分かんないし。失礼。おー、待てー。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。シーホテル社号室のお二人、どうぞおかけください。関係者、変なやつだな。関係者でございます。関係者でした。はい、関係者の弟子じゃない。違います。関係者って何ですか？そういう方がいらっしゃるんですか？そうそう、本名じゃなくなるから芸名になるから。関義雄の子供です。関義雄って何？いやいやすごいですね。シティホテル3号室キングオブコントね、お疲れ様でした。ありがとうございます。初出場でしたけれども、決勝戦ね、どうでした？反響は結構あるんじゃないですか？反響、ま、意外とその終わった後に、うん、まあ、順位は結構中途半端な感じだったんですけど、何位だったんでしたっけ？5位でしたね。5位や、はい、なんか終わった後のこう、うん、評判っていうんですか、うん、それ結構良くて、やっぱ特にやっぱナイツの花輪さんからの評判っていうんですかね、うんうん、あ、それちょっとあの、うん、YouTube で見させていただきまして、めちゃくちゃ面白かったもん。あの、マジで僕らが、うん、あれ最高得点でしたね。え、そうだったの？いや、そう、花輪さんの YouTube で最高。分かった、あんまり。え、うん、お忘れになってます。え、いや、そこまではその適当にあれ、やっぱ言って、もう書いてもないし。最高得点をつけたんでしょ、でもあれ、うん。最高得点をつけてましたよ。はい。まあちょっと他に。めちゃくちゃ面白かったもん。ありがとうございます。うん、まあそう、反響っていうと大体、花輪さん。はい、うん、いや、それ、無理やり俺に合わせなくていいけど、その、むちゃくちゃ、でも反響あったでしょ。あ、そうですね、僕の、うん、なんかあの、僕が一人でというか、うん、まあそのトークライブ、恋愛のなんかトークライブみたいなのやってて、うんうんうん、で、それの第一回目に来てくれたお客さんが、うんうん、そのトークライブ来て、僕のこと嫌いになったっていう人がいるんですけど、うんうん、その人が、キングオブコントのネタ見て、うん、なんか出会う順番が違ってたら嫌いにならなかったのにっていうぐらい、ネタの評判が良かった。本当に恋愛してんじゃない。
なんだそのトークバトークライブ、まあ、恋バナをするのが好きで恋バナのトークライブやってんの、はい、一人でもずっとやってるんですよ。どういうこと恋バナのトークライブ、はい、あのまあ厳密に言うとあのロビンソンズの北沢さんっていうあのまあはい、ちょっと顔がね、はい、特徴のある。そうですね。はい。と、まあ、あの、二人でこう、やってはいるんですけど。はい。自分の恋バナをするんですか？あ、そうです。あと人の恋バナを聞いて、うん、なんか共感したり。うん、まあ、相談に乗ってるみたいなところですよ。どういうお客さんが来るの？恋バナの悩みがあることですか？あ、そう、悩みがある人とか。まあ、結構その、なんか、深いところというか、うんうん、あんまり、その、例えば、なんかこう、綺麗事みたいなので、うん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 、その、お茶に濁す人いるじゃないですか。うん、っていうことをせずに、うん、その、まあ、例えば、はい、相談された時に、うん、いや、それはあなたのこと多分好きじゃないですよ、とか。うん、あ、結構ズバッと言う。結構、はい。まあ、多分それが、こう、まあ、好評な。はい、好評な理由かもしれないですね。はい、その、恋愛経験もやっぱ豊富なんだ。いや、豊富ではないです。いや、もう結構、押田君が、押田の方は、ラジオ聞いてる人、どっちがどっちか分かんないから。そうですね。あ、そうか。押田です。押田の方は、結構恋愛経験は豊富で、うん、なんかちょっと漫画みたいな、うん、こう、デート対決とかも結構してるぐらいなんで。デート対決ってことそれ。そうですね。結構まあ、豊富というか、まあ、恋愛に向き合ってるってだけなんですけど。いや、みんなそうなんですけど。言い方かっこいいな。大学生の頃に付き合ってた彼女が、うん、その、男友達に、うん、その、まあ、奪われて、うんで、それでちょっとやっぱ納得いかないっていうことで、うんうんうん、その男友達呼んで、まあ共通の友達だったんで。うんうん、で、ちょっとデート勝負しようっつって。一、うん、日の中で、その午前の部、午後の部に分かれて、で、楽しかった方とも最終的にどっちと付き合うか決めてくれっつって。すげえ。まあデート勝負して。で、僕なんかちょっとこう熱くなりすぎてなんか午前の部を選んじゃって。なんか、3時間ぐらいしかなくて、午前が。圧倒的不利ですよ、ね。何熱くなりすぎて、はい。それでも俺は勝てるよっていう。あ、もうでも自信はありましたね。はい。まあ、負けたんですけど。まあ、9時12時なんで、はい。で、その後、その男友達が付き合ってた女の子がいるんですけど、もともと元カノがいて、はいはいはい、で、その元カノから僕に連絡が来て、うん、なんか、お互い大変だったね、みたいな。ことやってるうちに、その子と付き合うようになって、うん、で、僕らのそのグループの中では、うん、これを、ママレードボーイっていう風に呼んでます。はい、いや、知らない。昔そういうアニメがありました。アニメがあったんだけど、はい、なんか交換するみたいな。交換して、はい。いや、ちゃんとそこまで読んでるおじさんいたんだ。おじさん。そっか、もうおじさんか。39ですからね。そう、だいたい、キングオブコントの反響って言ったらそんなもんです。はい花屋さんの YouTube か、その恋愛トークライブに来てた子ぐらいなもんなんだ、はいはい、お客さん増えました。そのなんか通販の番組に呼ばれたりとかしないいや、まだないんですよ。絶対ありそうだよね。絶対ありそう。あると思ったんだよな。あともうその、そういう風にやってくださいとか、商品をやってくださいみたいな。本当にちょっとこう暴走してるような感じの台本にしてください。やりたいっすね。やりたいんですよ。あれリアルにやったら本当に売れるんじゃない？俺面白かったんだよ、あの設定。そうっすよね。ちょっと、下げるかどうかのところにちゃんとリアリティある方が、なんか今買った方がいいのかなってなる気がするんですけど。そうそうそう。その後ラジオリビングそれで一回やってえ、いいね。ダメだと思う。めちゃくちゃ怒られると思う。そうか。ダメでしょ。ダメですね。やっぱ演技うまいよね。いや、そうだね。なんかやってたのそういう。これ、なんも、二人とも、そういう演劇とか、はい、そういうのもやってないんですよ、ね。ずっと笑い。そうです。ね、いや、だから、なんかちょっと、こう、なんか自分で唯一なんかあんのかなって思ったのは、うんうん、なんか本当にちっちゃい頃に、うん、なんかお母さんと、もう本当に3歳とか4歳ぐらいの時に、うん、お母さんと買い物行ってて、うん、その迷子になったんですよ。うんで、あーってなってる、その遠くにお母さんを見つけて、はい、お母さんってこう叫びながら見つけたって言ったら近づいた時にその人が振り向いたら、うん、そのお母さんじゃなくて、うん、焦って、うん、すぐそのあなたではなくて、うん、奥にお母さんがいますっていう顔して、うん、その人から目線をずらして、うん、奥に向かって走り抜けたっていう経験があったんですね。あれがなんかその演技の芽生えだったんじゃないかなっていう、その。間違えた恥ずかしさを。だって3歳とか4歳で。できますこれ。いや、それが演技の目覚めってなったほからすごいよ。それが嘘つきの始まりで犯罪とかなんなかったからよかった。そんな悪いことではあったんですね。まあそのごまかしみたいな意味では確かに嘘はついてますけど。多分それでなんか演技がうまくなる。それは、場所はどこだったの？そのなんかデパートみたいなところですね。もう絵が浮かぶ、未だに。あ、なんかその廊下みたいのは浮かびます。そのデパートの。早いよ、3歳、4歳でそれができるっていうのは。なんで間違えちゃう？ママじゃないの、まだ。ママ、お母さんだったと思いますね。お母さんなんだ。
母さん。そこはいい。でもすごい。そんな、確かに呼び名気になりますよ。ちょっと混ぜてんなみたいなことですか。なんか、3歳、4歳で、お母さんって言って。だんだん作ってきてんじゃないかな、エピソード。いや、違う違う。これ、ほんとです。お母さんって言って。お母さん。恥ずかしさをね、ごまかす演技ができたっていうのは早いね、それは。だからもう、演技で言ったら、まあ、そんぐらいですかね。その、芸人始めたの結構遅い、遅くて。そうだよね、芸人。はい。何歳の時に、まあ、26になる年に2人とも始めてるんで。社会人を経験してっていう感じ。あ、まあ僕はまあそうです。社会人っぽい感じでスタートして。で、まあ、そうですね。はい、塾の先生を、押田の方はもうずっと大学生の時にやって、まあ、今もやってるんです。大学生の時から大体やるもんね。はい。塾の先生っていうのはね。で、そのまんまみたいな感じで、26までずっとやって、まあ今もやってるのか。今もやってる。今も、はい。今は中学受験の塾で、国語を教えてますね。あ、そうなんだ。はい。小学生相手に。押田先生か。あ、そうですね。みたいになってたでしょ。キングオブコント。いや、まあ、その前後ってあんまりその授業行けてなかったんで、直接、まあ、声は、まあ、その、届いてはなかったんですけど、その卒業した生徒から、その、まあ、DM とかが来て、実は教わってました、みたいな。誰々です、みたいな。逆に。あ、そうか。はい。で、おーみたいな。卒業生から。はい。みたいな子もいたり、あと、ライブに急に、出待ちのお客さんみたいな顔して、その、みたいな、面白かったですって言いながら、実は、みたいな。昔教わってて、みたいな。いて。はい。もう、そう、20代からね、やってるから、もう結構いるよね、そういうね、大人になったら。すごい、うまいんだね、教え方も。すごい人気の先生で、なんか、こう、1年前ぐらいになんか、生徒からもらった手紙、みたいのあって。手紙もらって。授業で、ドッカンドッカン笑わすらしいんですよ。そしたらその生徒の手紙で、先生の授業が遊園地より面白かったですって書いてました。そんなことありますか？すごい褒め言葉じゃん。すごい嬉しい。すごい遊園地より。遊園地に勝ったんですよ、僕の授業が。超楽しいよ、遊園地。そうです。遊園地。子供の遊園地は超楽しいの。遊園地より面白い。違う。ね、一回いっぱいあるからね、もう。何つまんない遊園地なんですか？いいですよ、遊園地、その別区分けしなくて。面白いものでいいんですよ。面白いものなんですよ。成立してるだろ。遊園地、それはじゃあ塾大好きになるね。めっちゃ嬉しかった。テクニックあるんですか？教えてもらいたいですね。中学生とか笑わせるテクニック。やっぱ小学生相手なんで、基本はやっぱその、オーバーリアクションっていう感じでやってまして、はい。結構だから派手にやるっていうのが大事で、その国語って、主人公が、そのマイナスな状態、良くない状態から良い状態になるって話が多いじゃないですか。っていう時に、例えば主人公が良くない状態の時を表す時に、なんか、最初ね、主人公がこういう辛い目にあってね、こんな感じだよね。みたいな感じで、こう。結構。これラジオだと全然何やって、結構テンション高くやるの。みたいな感じでやる。下がったみたいなリアクションしながら、でも途中でこういうことがあって良くなったんだよね。プレーフーっていうのをやるっていう。なるほど。これがどうやら受けるらしいんです。今は受けないですよ。大人しかいないんで、受けないですけど。中学生でも受けないだろうな。そうそう、ちょうど。大人の階段登り始めてる。中学受験の小学生が受験。小学生。だから、混ぜた子は笑わないですよ。もう小学校でも。そこもいます。混ぜた子いるんで。センスあるからもう笑わないです。そこも捨てないとね。もちろん僕は気づいてますけど、まあプロなんで。プロとしてもそこはもう切り捨てて、全体を。まあマスの方に合わせてやってるわけだもんね。やってます。普通にだって普通、こう、塾に、おかしいんですけど、塾に、その、お笑いのライブで、いろんな芸人から聞いた、その、面白いワードとか話とか、そういうのを、塾に持って帰って話してるんですよ。ああ、なるほど。その、普通、その、芸人って、バイトして、そこで面白かったエピソードを舞台で話してないんですよ。もしは、周りの芸人の面白いエピソードを塾に持って帰って、そこでなんか、ギャグとか、芸人のパクってやって。もう舞台なんだ、もうそこ。そうですね。うまいことバレないラインの一発ギャグとかをちょっとまあ頂戴するというか。そうそう。だから、売れてる芸人のギャグとかと知られてるじゃないですか。だからちょうどライブでこれから売れそうみたいなとか、ちょうどいいぐらいの人のギャグ。どんぐりたけしのギャグとかも。そうですね。どんぐりたけしが世に出始める前ぐらいに、
まあいろいろそのやらせていただいた。今回のどんぐり竹のギャグとかをやっちゃ、塾に一人で持って帰ってやってました。だそうだ、ライブで見たネタを、うん、これ塾で使えるなと思って。そうですね、拝借しようかならっていう。はい、いつかバレるよ、本当に。すごい、ね。そうですね。先生バレても別に。大きくなった時に、うん、あの先生がやってたの、みたいな。それはでも楽しいわ。小学生からしたら。十何年やってんだもんね。はい。りょうたくんは何やってたの？僕は、うん、大学卒業してから、うん、ちょっと4年間ぐらいは、こう、風来坊みたいな感じでしたね。あ、職人使う。あの、フライボって、はい、いいよね。元松竹、松竹漫才師の。あ、漫才師のじゃなくて、あの、そのまんまの意味の方のフライボ。トラさん的な意味のフライボ。かっこよく言ってるけど。あ、でも、正確に言うと、まあ、パチスロフライボって言うんですか。あら、パチスロフライボはそうなんだ。パチスロフライボを結構、まあ、やってて、うん、でも気がついたら結構年いってて、うん、その藁にもすがる思いで、こう、養成所入ったみたいな。で、それが26歳の時の。26ですね、はい。タイタンの、いや、養成所は渡辺の養成所に入りました。あ、二人とも二人ともです、はい。そこで出会ったの。そうです。はい。だから国立大学出てるんでしょ？はい。ねえ。それで、風来坊で、そのなんかこう、家族とかも心配しないでしょ、ね、ちゃんと卒業したんでしょ、大学。まあ、一応卒業したんですけど、うん、その、実家北海道だったんで、うん、その、大学が横浜にあったんで、こう、うん、なんか目が行き届かないと言いますか、その大学卒業して、これ一体何やってるんだろうな、みたいな状態が、ま、ずっと続いてたっていう感じで。あんまぼんやりさせてたんですか？そうなんですよ。で、なんか親がちょっとこう、年取っていくのを待つというかですね。あの、なんていうんですか、こう。あの、あ、もうちょっと説明しますと。その、いや、やっぱり、これやっぱ、老いてくると、丸くなるんですよ、絶対に。親っていうのは。だからその、その丸くなるの待ちっていうんですよ。ちょっとやっぱまだね。そうです。まだやっぱ元気な時は怒られるから、ね。怒られるんで。だから18とかで高校卒業して、例えば芸人になりたいとか言ったら、うちは結構絶対ダメだって言われると思ったんで、うっすら芸人やりたい気持ちはあったんですけど、だからちょっと大学卒業して、まあ22、3、ちょっとまだ早いなって。まだ親を怒るな。まだ親はちょっと卒業したてだし。そうです。だからちょっとこう風来坊を重ねていって、ちょっとオイルの街というか。社会人野球経験積んでみたら。より印象悪いけど。そうなんですか。まあ印象は良くないですよね。確かに。その時期はやっぱり何やってんだよって言われたでしょ、親から。あんたちゃんと働きなさいよとか。いや、もうでも、うん、もうその時点でちょっと老いてたんですよ。うん、あ、そうなんだ。だからもう、その、もうどうしようもないというか、まあ好きにやれみたいな。うん、じゃあ、そういった諦めてた中、笑いで好きなことを見つけたから頑張りなさいよみたいになったってことか。あ、うん、まあでも芸人も始めた頃はしばらくは行ってなかったですね。あ、もうそれも黙ってたんだ。もう黙ってて。うんうんうん、で、なんか芸人になる、なったっていうのを言った時は、うん、まあまあ反対でもないですけど、うん、そのあなたには無理だと思うっていうのは言われました。へぇ、二人とも？あの、いや、僕の、あ、両親、まあ母親ですね。うん、まあなんかその、ハングリー精神があるような人間には育ててない。なるほど、ね。あなたは普通の人間だと、うん。そういう芸能界っていうのは私はわからないけど、そういう厳しい競争を勝ち残っていかなきゃいけない。そういう戦って勝つような子には育ってないから、無理だよ。そんなこと言われる、はい、具体的なこと言うんだ、はい、ハングリー精神がない。そういうふうに育ててない。環境がもうね、はい、そういうブラジルのサッカー選手とか。そうそういうことでしょ、そういうゴリゴリの人たちに戦ったら絶対負けちゃうでしょってこう譲っちゃうでしょ、なんでも、みたいな。だから無理だよって言われましたけど。でも演技力はね、そのお母さんが。あ、その時言えばよかったですね。そうですね。実は俺お母さんで一個、その演技の芽生えがあったんだよ、なんて。お母さんのおかげだよって。納得させられるか。ハングリー精神の塊のタメ口に負けたわけだからね。あ、そう。そっか。まあ、苦労したからね、ラブレターズも。そっか。で、シティホテルで働いてたのはどっちなの？あ、僕です。まあ、シティホテルというか、ビジネスホテルなんですけど。そう、ホテルマンもやってたの？あ、まあ、それはバイトです。その、本当に芸人始める、ほんの直前ぐらいの時に、その風来坊やめてぐらいの。うん、風来坊から、そのフロントに落ち着くという。新しいってことするじゃん。かっこつけたがるんですよ。フロントに落ち着いたみたいな感じで、まあ、ビジネスホテルでフロントやってて、うん、まあ、だからそのコンビ名それにしたっていうのがあるんですけど。そういうことだよね。そうです。オシダと組んだ時に、うん、まあ、なんかホテルでやってたし、うん、まあ、ビジネスホテルっていうと、もうちょっと高い感じにしようかって、シティホテル。で、三人でやろうと思ってたんで。あ、もともと？あ、そうです、はい。もうトリオでやろうと思って、僕がなんか一人でやってたんですよ、養成所の時に。はい、で、相方もとむっていう名前で、ピン芸人をやってたんです。名前が相方もとむだ、ね、はい、相方。まさに。好きなんですよね、俺そういう感じみたいなことが。本当だね。
なんかその、いや、積極的に、それこそハングリー精神ないから、その、相方探すためにこう、ぐいぐい声かけるみたいなとか、なかなかこうできないから、まあ名前で、こう、俺の内に秘めた思いをこう、伝えようと思って、相方求むってやって、珍しい募集の仕方だな。それでピンやってたら、こいつ探してんのかなってなるじゃないですか。で、結構半年ぐらいやったんですけど、誰も声かけてくんなくて、まあもう、こうなったらその、相方求むでも、15年ぐらいとかやったら、逆に面白いから、ね、それ、お前嫌われてんじゃないかっていう、その、誰も、来てくれない。誰も来てくれないって。そしたら、終わりぐらい、養成所の終わりぐらいの時に、押田が、え、入れてよ、みたいな。相方求むんでしょって。あ、そうですね。まあなんかネタとか見てて、まあ結構面白いなって思ってたっていうのと、なんかトリオっていうのが僕すごいいいなと思ってて、なんか3人いると1人ぐらい楽なポジションの人って現れるじゃないですか。まあそうだ。そこで、まさに、菊田さん、まさに、花子の菊田さんみたいな。そこ理想だなと思って、で、なんかトリオでやるって聞いたけど、もしよかったら入れてよ、みたいな感じでこう入ろうとした。はい、感じです。それで2人で、まあもう1人相方、探しながら、まあ、やっていこうかっていう感じで、まあ、集まらなくて、今に至るみたいな。集まらなくてなんだ。集まらなくて。誰か入ったわけじゃないんだ。入ってないですね。一度も入ってないです。で、まだ完全体じゃないじゃん。そう、だから、まだ、求むです。あの、僕自体。3人目求むな。求むの状態では。結果出てるやん。いいよ、2人で。さあ、一旦 CM で引き続き。0120-400-800。東京税理士会所属、税理士法人48。ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。 小関裕太です。佐藤寛太です。僕ら二人が生配信ドラマゴーストオブレディオに出演します。ゴーストオブレディオバチボコ怖い心霊バスツアー、三四郎吉住も出演。生配信ドラマあの夜を覚えてる、その続編となるあの夜で会えたらを制作した日本放送が、舞台や音楽ライブの中継、オリジナルドラマの制作を行うワウワウとタッグを組み、世界観を新たに生配信ドラマをお届けします。ゴーストオブレディオ、詳しくは日本放送イベントホームページまで。ぜひご覧ください。伊藤蘭オーバーザムーンコンサートツアー2024-2025。ソロ曲やキャンディーズのヒット曲で爆発的な盛り上がりを見せているホールツアーファイナルは1月25日東京ガーデンシアター。本公演に限り伝説の紙テープ応援が OK。 47年の歳月を経て後楽園球場での解散コンサート、キャンディーズファイナルカーニバルを彷彿とさせる圧倒的な景色が再現されること間違いなし。2025年新春伊藤蘭コンサートツアーでエモーショナルに月を越えよう。詳しくは伊藤蘭コンサートで検索。伊集院光の種とちょい種がもう一度お楽しみいただけるサービスがあるって知っていましたか？過去の放送と限定アフタートークが聞ける公式アーカイブサービス、伊集院光の種まとめ聞き。月額550円で何度でもお聞きいただけます。これまでの種を振り返ってみませんか？詳しくはまとめ聞きで検索。中川家のレイジーです。剛です。明日の中川家ザ・ラジオショー、ゲストは松本明子さん。月曜日のラジオビバリーヒルズでもおなじみ。35年前からやってるらしいよ。ラジオショー35年やれるかな。長く楽しみ。ホテル3号室のお二人をお迎えしてお送りしていきます。結構メールが、ね、お願いします。はい、来てるんですけどね。広小石さんです。うん、爆笑問題さんが好きなので、うん、タイタンライブで、シティホテル3号室さんを見るようになりました。うん、個人的にここ1年半ぐらい前からぐーんと面白くなったと思うのですが、お二人の中で何か変化があったんでしょうか。今では爆笑問題さんに続き、シティホテル3号室さんから目が離せません。うわ、嬉しい。ありがとうございます。女性の方ですけどもね。ここ1年半ぐらいの変化、急にそんな面白くなったんですか、僕ら。なんかそういう風に、まあでも去年も一昨年も一応準決勝ぐらいまでは行ってるんだ。去年は初めて準決に初めて行ってって感じ。確かにこう戦績で言うとそうなんですけど、なんか確かにそれこそ社長、太田光代社長に、はい、言われたことがあって、そのネタのことで一回なんか競馬に連れてってもらったんですよ、うん、社長に、若手芸人みんなで。でその競馬の時に僕があんま競馬やったこと当時なくて、うん、それなんか当たっ
って、たまたま。うんうんうん、すっごい震えるぐらいなんか喜んでたら、うん、その社長がなんか、あの子大丈夫みたいな、うん。そういうギャンブル、あれ大丈夫かしら心配だみたいなことをなんか言ってて、ここなんかね、で、後日、うん、なんかその周りのこう事務所の人づてに聞いたんですけど、うんうんうん、私が競馬に連れてってから、うん急にネタが面白くなったって言ったんですよ。うん。そうなんか、うん、あの、頭でっかちというか、こう頭で考えたネタばっかやってたけど、あの子は一回競馬をやったことで、その精神がなんか破壊されて、ネタが急に面白くなった。人格が変わったんじゃないか。だから、それがもしかしたら、そこから急に伸びたっていう可能性。社長の狙いはそこだったんですか精神を破壊するために。違います。競馬場へ。わかるかどうかわかんないでしょ。若手改造計画じゃないですよ。普通に。競馬場連れてって。たまたま当たったから。そうです。みたいなことか。だからもしかしたらその、そっからネタが面白くなったっていうのは社長が言うから、はい、本当にそれがきっかけかもしれない。含めてやっぱ運がいいってことだよね。まあね。まあ当たってるし。いや、自分たち的には本当にちょっとずつ階段登ってるみたいな感覚あるんですけど。なるほど。まあ気づかないうちにやっぱ精神破壊されてたんですよね。何か解放したんじゃないかと。なんかきっかけ。なんか理屈ではどうにもならないことが世の中あるみたいなことらしいです。どうやら。ちゃんとさっきから自分のきっかけをちゃんと分かってるよね。役者目指す。役者になったきっかけ。演技のきっかけと、ネタが良くなったきっかけと。風来坊のきっかけはあったの？風来坊になった時のきっかけは。いや、風来坊のきっかけは、うん、もう、あの、北斗の拳です。北斗の拳パチンコの北斗の拳そのパチソ北斗。ケンシロウです。パチンコにハマったきっかけだよ。はい。ケンシロウを見たのがきっかけです、ね。見かけちゃったから。見かけたんで。まあそっからもうハマっちゃったっていうことですね。でも今、爆笑問題さんからもなんか言われたの？よかったな、みたいな。いや、終わった後で一度だけお会いした時に、うん、太田さんからは、まあ、ちょっと走ってたな、みたいな。あネタが。なるほど。多分、その普段通りっていう感じでもなかったな、みたいな感じのことは言われました。うんうん、あそれはどう、はい、かかったり、ちょっと思う。でも家帰って、うん、もう一回こう、キングオブの見直したら、あ、まあ、ちょっと早いなと思いました。うん、あそうなんだ。なんかちょっとゆったりした方がいいかと。そうですね。まあ、結構時間的にギリギリだったんで、っていうのもあるんですけど、あとなんか、笑いがない、うん、結構振り長かったりするところとかを、こう、なるべく早く通り過ぎたいみたいなのが、どっかなんか、あって、ちょっと早くなっちゃったみたいなのありますね。まあ、初めての決勝だしね。なんか怒られるようなことしました、してますあれ、ネタの中で。でもタブーでしょ、通販業界からしたらあんな。あんなだって。いつもピン子さんの同じやり方やられたら同じやり方もうちょっと同じやり方やってたんだ。あったんですよ。ピン子さんがやってたんだ。これ誰かのネタ、インスパイアされて作っちゃってたピン子デパートから作ったんじゃないピン子デパートのじゃないあのまんま。すいません。まんまでした。ピン子さんが社長にマジで切れるっていう。放送されるときと、放送されないときはね。そう、ピン子さんがマジで切れるの、それ台本じゃないですよね。俺らのそれ台本なんで。そこが大きく違うと思います。そっかそっか。それは大きく違いますからね。はい。じゃあコーナー行きましょうか。はい。はい。今日のスポットナイツ、はい、この時間はゲストが今一番気になる話を伺っておりますけれどもね。うん、はい、何かありますか、はい、悩みでも。私、押田なんですけども、はい、ちょっと芸人をやってることを、ちょっとまだ言えてない相手がいるというか、いや、お母さんにちょっとまだ言えてなくて。まだ言えてないの？はい。これ芸歴13年目でまだ行ってないって結構珍しいですよ、ね。で、ちょっとどう、もうタイミング的にはまあ、逃したというか。え？はい。塾の先生、はい、まあ、だからもうその会った時に、うん、なんか最近仕事どうって言った時はもう塾の先生としても答えてるというか、うん、まあぼちぼちやってるよみたいな。その向こうが、うん、そのテレビで。見てるよね。気づいてないのまだ。いや、気づいてないですね。キングオブコントは見てないのかな？見てないと思います。で、終わった後に、うん、なんかもし気づいてて、うん、で、なんで私に言ってくれないのって言って怒ってたらどうしようと思って、うん、で探りの LINE もちょっと一通入れたんですよ。なんか、うん、元気みたいな。うん、どうみたいな。したら元気だよみたいな。お互い健康に気をつけようみたいな感じで終わったんで。気づかれてない。気づいてないんですよ。はい。で、関係は別にいい関係い。全然、はい。いい関係なんです。それ言ったらもう言わない方がいいんじゃないもうこのまま、チキンレースどこまでいけるかみたいな。いけるそれ。いつまでもってわけにはいかないでしょ。まあそうですね。はい、言いたいの気持ちもあるの。まあそうですね。やっぱ、まあ、やっぱ人としてというか、なんかやっぱ言った方がいいかな。あ、まあそうですね。でも一番のチャンスをもう逃してますよね。そうキングオブコントの決勝行ったんだよっていうのは、もう最大のチャンスというか。で、お父さんは知ってるんですよ。
はい、で、まあ、もう離婚してて、もう、あの、それぞれ連絡取ってないんで、はい。で、それで、待ってバレてないみたいな。で、そこの不平等感も、ちょっと良くないなと思ってた。そうだね、僕もそれも、はい、知ったらショックだろうね。お母さんがもしかしたら、なんで私には、はい、ってなっちゃうから。いや、そうなんですよ。田舎はどこなの？神奈川県の。神奈川県なの、はい、横浜ですね。お父さんは、うん、そのお父さんにも言ったわけじゃないですか。そうです。言ってなくて、もう平等に黙ってたんですけど、お父さんが、テレビ出てる僕をたまたまなんか発見して、はい。で、今、テレビ出てたみたいなところからバレたのが、まあ今年の初めぐらい。うん、はい。あ、だから、まあお母さんにはでも言えるよね。その、気づかなかったからっていうのは。そのお父さんは、そう、不平等でも。まあ、そうだね。なんか、やっぱ息子としても、うん、そうなんか、母親に、なんか自分からやっぱ情報を取りに来てほしいみたいな気持ちもあるんですよ。なんか、そう、自分から言えよ。いや、街の姿勢はちょっと どうかなっていうか、年齢を重ねたとしても、やっぱ情報を取りに行くぐらいのやっぱ姿勢というか、ネットにも疎い母なんで。塾講師なんて言ってるんでしょ、はい、だって。うん、それは信じるでしょ、お母さんは。あ、まあでも、嘘ではないというか、塾講師も。いやいや。まあ、名前で検索すればね、知ってるとかっていうこともありそうな気もするけどね、はい、それを言わないとね、お母さんも。でも知らない、いや多分知らないと思います、ね、本当にテレビとか、はい、ネットとか見ないんか。ネット見ないですね。誕生日プレゼントに、うん、なんかこうネットで送れるチケットみたいなのあるじゃん、 LINEPay とか、うん、そういうのあるじゃないですか、うん、でそれ送ったらなんかやり方が分かんないって言って、うん、僕の1万円が無駄になったんですよ。それぐらいネットに疎い母なんで、もう絶対検索とかもしてないと思います。お母さんは何が好きなの、趣味とか。アイドルが好きですね。アイドルが好き、はい、そう、歌って踊れるアイドルを結構まあ応援してて。推しは伊能くんって言ってましたね。ああ、平成ジャンプ、はい、うん、あ、だから伊能くんだと伊能くんと共演したら、あ、バレるよ。そうっすね、ね、そうですね。まあでもそれがそこっすかね、一応今目指すべきところは。伊野くんと共演するタイミングで言う。そこまで黙っとかなきゃいけないですか。いつ共演するか分かんないしね。分かんないですね、はい、だどうしたらいいかなっていうところ。 OKOK、 じゃあ言う俺から。花さん、え、知ってます？そんなに事務所も違うけど、はい、あれだけど、はい、悠々。え、ちょっと直接言っていただけない？全然悪気なく。住所だけ教えてもらえれば普通に。書面で？ちょっとそれを書面でお願いします。花さんの方。怖い。実は。意味が分かんない。いや、絶対偽物だと思いますよ。誰だってなるでしょ、それ。さあ、ということで、もうお別れの時間で、なんかお知らせありますか？お知らせ。お知らせは、僕、押田が、ちょっと最近インスタグラムを始めまして、はい。で、半裸。半裸インスタ。半分裸みたいな。はい、写真を、あ、さっき恋愛トークライブとか何なんだよ。何なんだよ、アップしてまして。はい、で、これがですね。終わっちゃう、終わっちゃう。終わっちゃいますよ。ハンラインスタ見てほしい。フォローしてください。うん、はい。YouTube、SNS。YouTube やってます。ね、YouTube もあります。ネタ見てください。ハスティーホテル3号室のお二人でした。ありがとうございました。The Radio Show。The Radio Show。この番組は、ラジコのタイムフリー機能で聞き直すことができます。 This program is specially designed to make you laugh shakes in the middle of the day, hosted by nights from Monday to Thursday and Nakanoke on Friday. The Radio Show。 こうも見えても、こうも見えても、こうも見えても、こう見えてもだよ。あ、おつらげる。はい、お聞きの番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。放送ラジオリビング。さあ、ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本当のショッピングコーナーです。うん、今日の日本放送ラジオリビング。はい、美味しく美と健康を考えるチョコとして今非常に注目されている、うんうん、ポリフェノールたっぷりの高カカオチョコレート、カカオ 76%、うん、ハイビター高級割れチョコをご紹介します。76%、はい、うん、実は歴史的な不作の影響でカカオ豆の価格は1年で3倍とも言われるほど高騰していまして、そんなに。そうなんです。そんな中、うん、昨年大好評いただいたということもあり、なんとか数量ご用意しました。カカオ不足で次のご紹介の予定は全く目処が立っていません。今回が最後のご紹介になるかもしれませんので、お早めにお申し込みください。カカオポリフェノールを摂取することで期待される効果、大きく3つありまして、血圧低下、
動脈硬化予防、老化防止、また腸内環境の改善、ストレス低下などなど嬉しい効果が話題になっていますよね。でもカカオの割合が高いと苦いと思ってらっしゃる方たくさんねいらっしゃると思います。そういうイメージでした。はい。ただもう今日ご紹介するカカオ 76% ハイビター高級割れチョコ、想像をね本当にめちゃくちゃうまいです、うん、で 76% で正直こんな美味しいのないですよ、うん、そうなんです、うん、もう本当に、ね、驚かれると思います。まろやかな甘さで苦みも、ね、強くないですし、ね、超いいこの苦さ、そして、ね、口どけもいいんですよ ね、うん、でこちら一袋分なんですけども量が、ね、お皿に山盛りすごいたっぷり、そうなんです、うん、美味しいと健康的を同時に叶えられる大人気商品です、うん、この機会にまとめ買いをぜひどうぞ。カカオ 76% ハイビター高級割れチョコ一袋 700g、 通常高級クーベルチュールチョコを同じ量を買うと9000円近くするものもありますが、うん、なんと消費税込み3780円。もうねここから下げる必要ないぐらいお安くなってます。3780円、倍の 1.4 キロセットはさらにお買い得です、うん、消費税込み6780円、さらにお得な 2.1 キロセットは消費税込み9780円です、うん、はい、このお値段この量でのご紹介最後かもしれないということで、あのリピーターの方もね増えてきて今日は 2.1 キロセットが一番ね売れてますのでぜひご検討ください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。なぜこんなに美味しいのかと言いますと、うん、クーベルチュールと呼ばれる国際基準の規格をクリアした一級品の高級チョコレートで、うん、一般的なチョコに比べてカカオ由来の成分がおよそ10倍も贅沢に使われているからなんです。素材で変わるんだね。そうなんですよ。でそのカカオがね今高騰しているんですけれども、うん、今回お値段据え置きということです、うん、香り高くコーヒーやワインなどのお酒にも合うので間食おつまみにもぴったりです。これだけでいいよ、うん、間食は、はい、賞味期間はおよそ5ヶ月、割れチョコのため大きさ不揃いですがもう量はたっぷり大ボリュームです、うん、毎日少しずつこまめに食べることが大切と言われています、うん、元気と健康のためにぜひおすすめです、うん、カカオ 76% ハイビター高級割れチョコ一袋 700g 3780円、倍の 1.4 キロセットはさらにお買い得、消費税込み6780円、さらにさらにお得な 2.1 キロセット消費税込み9780円です、うん、あ、先ほど据え置きとお伝えしましたけれども据え置きではないんですけれどもとってもねお安くご提供いたします、はい、うん、関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターにお尋ねください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ラジオリビングで検索してください。箱取ってくれる中古車店わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょと思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力すれば大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万のラジオ。今回のテーマは団体行動。有働さん苦手っぽいですね。逆です。団体行動が苦手という人が苦手です。意外です。そうやって決めつける人も苦手です。有働のラジオは明日午後3時半から。テーマは木曜日はこの方とお届け、俳優声優そして愛玩動物使用管理士1級の菊池由美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんな菊池さんとお送りするのはこちらザ・動物ショー。私たちが住む地球には知られざる生き物の話がたくさん。今日もそんな世界中のびっくりな動物ニュースを動物大好き菊池由美がワイドショー風に紹介していきます。お願いします。はい、お願いします。それでは本日のニュースです。摩訶不思議、あの動物とのロングハイキング。
フィンランドである女性2人がハイキングの途中に立派な角を持つトナカイと出会い、そこで起きた不思議な体験が話題になっています。トナカイがとてもフレンドリーで女性たちに近づいてきたため、一緒に歩くと冗談交じりに尋ねたところ、ならば同行しようとばかりについてきたそう。その後なんと20キロ以上の道のりを2人組と足並み揃え寄り添うようにしながら一緒に歩いてくれたらしく、特別な体験だったと忘れられない思い出となったそうです。20キロですよ、結構ですよね。はい、こちらがこの動画なんですけれども、菊池美の X の方にリンク載っております。こちらです。あ、結構険しい道ですよ ですね。で、大きいんです、大人のトナカイですね。角がすごい大きい、ね、立派な。どういうなんか餌とかあげて、あれなのか、手なずけたわけじゃなくてついてきたんだ。この子は実は飼い主さんがいて、この子は小さい時にその孤児となって、その後人間と暮らしていたので人間に慣れているということなんですけど。あ、本当だね。それにしても慣れてる、逃げるわけじゃなくてね、ついてくる、すごい道ですね。またこれ歩いてるのね。なんかすごいね、本当映画みたいだね。映画になっちゃいそうだね。映画になっちゃいそう。本当ですね。ということで、動物解説員のはるかさん、いかがですか。この女性たちとトナカイの新しいサンタクロースの物語ができるかもですね。新しいサンタクロース、2024年に今までのサンタクロースはこそりでやってたけども、もう歩きで、歩きで、大変だね、プレゼント。歩きで、歩きで。何も乗せないもんね、トナカイ。ただついてくるだけだもん。そうです。ただちょっと顔見せて。顔見せて。絶対役に立ってはないけどね、そのなんか。採用されませんでした。ああ、残念。ダメか。案は良かったけど、新しいサンタクロースの物語。来年また考えます。はい。続いてのニュースです。はい。衝撃！真夜中に起きたら、あの動物の群れ。イギリスの静かな住宅街で深夜に起きた羊が大量に集まり話題になっています、自宅で眠っていたジョセリンさんが午前2時ごろに騒音で目が覚め、外を確認するとそこにいたのは数えきれないほどの羊、この羊たちはおそらく近くの農場から逃げ出したと思われ、深夜の住宅地が羊だらけというシュールな光景に追われました。大量に逃げちゃったっけ。そうなんですよ、ね。というのがこちらなんですが、これがなかなか本当に大量なんですね。うわ、住宅街。ぎゅうぎゅうじゃん。ぎゅうぎゅうです。こんなに。どうしちゃったのこれ。ねえ。近くの農場から逃げ出したと思われる羊ちゃん。すげえ。こう羊のお尻あたりにマーキング、あのペンキがついてて、やっぱりそう、ああ、じゃあやっぱ飼われてるもんで、でしょうね。すごい、やっぱり逃げる時はやっぱ一気にみんな群れで逃げるんだね。ねえ、こう街を普通にね、向かって更新してますけど、ね、まあ羊といえばね、眠るための羊ですけれども、この子たちのおかげで眠れなかったと。あ、なるほど。それ解説員の仕事じゃないの？あ、先に言っちゃってるけど。そうですね。引き取っちゃったね。取っちゃった。これはね、もういや、その上行きますから。大丈夫ですか？大丈夫です。期待しております。ということで、動物解説員のはるかさん、いかがですか？まあね、眠れなくなって、でもね、ジンギスカンの夢とかもね、見れるかもしれない。図工。図工だよ。ダメだよ、ジンギスカンの。食べちゃダメでしょ。食べちゃダメだよ。食べ、かわいいんだから。美味しそうだな。美味しそうだなって思ったんだ。眠れるなじゃなくて、美味しそうだなって思った。ね。食欲で眠れないかもしれない。そうですね。ということで、以上、動物ニュースでした。メールも募集中です。動物に関する質問や気になるニュースなどありましたら、rs@1242.com までメールの件名に動物と書いて送ってください。また私、菊池美のポッドキャスト、ワンダフルトゥモローも日本放送、ポッドキャストステーションにて配信中です。星野ワントマ。はい。コクソンという韓国の映画なんですけれども、こちらとペットのアレルギーの話、そして私の小話コーナーなんかも始まりました。小話コーナー。小話コーナーもちょっと始まって。はい。今までなかったんですか？はい。甘い。ちょうどそうですね、10回目ぐらいなんですけど、あの、ちょっと、ちょこっと。スタンダップコメディ。あ、そうなんで、そんな、いいもんじゃない。小話コーナー楽しみです。楽しみ。もしよかったら聞いてください。一気に聞く気が湧いてきました。本当ですか？頼みますよ。小話コーナーあんだよって。したいですね。すごいよね。自分で作るんですかね、今は。そうなんですよ。自分で作らされてるんですよ。大変じゃない？なんかその、三択で。いや、大変だ。これ三択でこう1番2番3番でその場で選べってなって、そこからひねり出すんですけどね。テーマを選ぶんですか？選ぶんですよ。あら、すごいじゃん。即興で、即興小話、この
今週のテーマは何だったんですか。今月は何だっけな、あ、なんかその自分の家にまつわる不思議なことみたいな、あの自分は普通だと思ってるけど、うん、周りは普通じゃないのかな、どうなんだろうみたいな、それでできないよ、できないよ、難しいんだけ、小賀さんだってね、三代話だ ね、難しい、本当難しい、1ヶ月のそればっかりちょっと考えてます、これどうしようかな、いやだからすごいですよ皆さん、さすが。やってないですから、うちも。俺らやってない。即興小話は。癖があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方。一度でも B 型肝炎と言われた方。これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番。70-7000番。第一等級より面白いおしらさんのような先生がいる塾に私も通いたかったんです、うん、でも私がその塾に通っていたとしてもおしらさんを冷めた目で見ていたかもしれません、うん、子供もねちょっと混ぜてるとやっぱりそうだよ、ね、そういう子もいるからな、でもそこはもう見てないから、うんうん、もう気にしないからね、大多数のね、うんうん、笑っちゃうよね、子供を相手してなんとかね、あー笑っちゃいますね、笑っちゃうよね、いいね、うん、無双状態じゃん本当、うん、塾で、確かに、うん、塾行ってたの、塾は、うん、あのはい、英会話のなんか塾みたいに行ってました、小学校、小学校、はい、なんか英語名みたいなそれぞれつけられて、ヘレンってつけられたんですけど、ヘレンだったの急に今日からあなたヘレンですって言われて清志師匠の奥さんじゃん一緒ですねヘレンさんだったんだ、はい、でも理解できなくて、親しみがあるやつだよね、日本人のヘレンってね、アメリカ行ったら私ヘレンなのかなって考えてました、あ、そっか、わかんないもんね、はい、分かんなかった、訳したらヘレンなのかなってね、うん、変な、そうだよね、不思議な気持ちですね、やっぱり生きてる今それ少しは今、いやそんなには生きてないですけど、楽しかったですね、その授業、楽しかった、親しむ、英語に親しむみたいな、まあ、まあそれが一番だやっぱね、楽しいっていうのが一番だよね、うんうん、それ女の先生だね、あ、そうです、なんか自宅の一部で授業やってるみたいなところで、うんうん、確かにそヘレンに置き換える意味わかんないね、別にその子ははるかのままで実の英語喋れるようになった方がいいのもね、うんうんうん、さあということでまだまだメールを待つ、通常報センター庭さんお願いします、はい、京葉道路の上りは幕張インターで事故のため3キロ半の渋滞です。圏央道の東金ジャンクション方面への内回りは市原鶴舞インター付近にトラックが故障して止まっているため1キロ、さらに内回りは東京の大型トンネルにトラックが故障して止まっているため13キロ渋滞しています。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの上りは本村インター付近で事故のため2車線が規制されていて5キロ半渋滞しています。県道森戸海岸線は葉山町葉山元町交差点と逗子市渚橋交差点の間が乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの庭でした。庭さんありがとうございました。次の交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。そういえばそうだよ、オープニングの続きで、うん、ロシアンブルコさんが、はい、オープニングのはるかちゃんのハロウィンの仮装ボケが伊達さんが乱入によってかき消されてしまったかあのどなたからのメールだったか、似ている映画監督がどなただったのか、それも言ってない、今一度お聞かせ願えないでしょうか。ラジオネームを言ってる時に来ちゃったのか、はい、読み忘れてそのままになっちゃいましたから、柴犬子さんがいつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、映画監督の内山拓也さんに似てるっていう、似てる内山拓也さん、はい、ね、内山拓也さん、ね、爽やかな方ですけど、うん、ね、若そうだよね、まだね、そうですね、内山拓也さん、はい、まあ、32歳だってよ、ね、まあ、すごいね、もう一枚メールね、はい、あのコメディバーに関してですね、ミンゴさんですね、はい、48歳、花輪さん、もう早く東京コメディバー行けばいいのに、ウーマンラッシュアワーの村本さんはここで何度も日本語の独演会やってますし、うん、渡米前に作った英語のネタも試しに来ては、あ、英語圏のお客さんの爆笑を取ってましたよ。ジャルジャルも出たことあるみたいです、うん、結構じゃ吉本の芸人さんとかも出てるんだ。村本くんがそうなんだ。村本くんね、池袋サンシャイン劇場にて上演します。最高に切ない夏の物語をぜひ劇場で。ただいまチケット一般発売中。詳しくはタクフェス U 公式。
時刻は3時になりました。ナイツの土屋信之です。花信之です。木曜パートナーハリセンボン箕輪はるかです。はい、メール来てますね、はい、ホテルあれこれのテーマ、はい、アメリカントロピカルミルクさんです。はい、25年くらい前、新宿の高級ホテルで1年間記念日に1日1組ご招待というキャンペーンがあって、結婚記念日の10月23日に応募して当選しました。子供も一緒に泊まれて嬉しかったのですが、泊まった翌日にディズニーランドに行く予定を立ててしまってたため、早朝に出発することになり、朝食をゆっくり食べられなかったことが心残りです。なるほど。そっか、ま、近いホテルなわけじゃないんだね、ディズニーランド。計画先にしちゃうと ね、先にしないといけないんだけど、するとね、こうなっちゃう時はあるよね、やっぱりね。まあでも泊まれた、泊まれただけでもいいけど ね、美味しそうなバイキングとかの朝ごはん食べたいよな。確かにな、高級ホテルだもんな。ホテルあれこれ、はい、舞浜太郎さんです。明日ちょうどディズニーアンバサダーホテルに宿泊予定なので、荷物を準備しながら聞いています。明日11月1日からスタートするミニーマウスルームに宿泊すると、パジャマ姿のミニーちゃんと会えるというプランで宿泊してきます。ミニーちゃんとのパジャマパーティー楽しみです。パジャマ姿のミニーちゃんと会えるの、すごいです。会えるだけでもすごいですけど、ホテルでいるんだ、ミニーちゃん、すごいね。ですね、ミニーマウスルームこれみんな一つなんですかね。 ね、そうですよ、ね、よく撮れたね、本当、すごい。3連休よ。あ、そうなんだよね、うん、めっちゃ前から撮ってたんだ。すごい倍率だったんか、そっかそっか、すごい、すごいね。楽しんできてください。楽しんでください、ね、はい、もう一つ、横浜市秀太郎さん46歳。私はホテルに行くとルーティンがあります。部屋に入るとまずはベッドに飛び込みます、うん、一通りベッドのバネ具合を楽しんだら、次は扉をすべて開けてどんな部屋があるか確認します、クローゼットや棚の引き出しも開けます、そして毎回、この引き出しって今までに物を入れたことがないけどどんな時に使うのだろうかと考えてしまいます、あー、わかる。なんか何入れんのあれ何にも入ってない引き出しとかあるよね、ホテルってね。まあ、なんか長くね泊まるんだったら入れるんだろうけど ね、結構なスペースの引き出しの中に、あのな、洗い物入れるための袋だけ置いてあるとかあるよね、結構。ああ、そうだよ、薄い袋が1枚置いてあるだけとかさあのバスローブだけが置いてあるとか、なんか不思議だよね。忘れちゃうだろうかな、な入れたらね、普通に。そう、なんかこうやっぱ引き出しの中とかそういうの入れちゃうと忘れちゃう可能性あるから、全部出しとくね、やっぱりね、どうせ自分しかいないって時は。ドライヤーの位置を全然ホテルによって違うよね。ああ確かに、あの、どこだよって引き出しにあんのかいみたいな。引き出しにある時あるドライヤーね、畳んで、そうしますね。そうあるよね、やっぱりどこが多いイメージ、やっぱあの洗面所にあったら一番わかりやすいんじゃない？でもユニットバスみたいなとこもあんじゃん、狭いが濡れちゃいけないってことか。うん、あれなんか袋に入れてくれてるときはいいんですけど、むき出しのときはお風呂入ってから使おうとすると、なんか湿度でびしょびしょなときあります、ね、ちょっと良くないよね、それね、壊れそうだしね。あ、確かにね、一回外に出しておいたりとかしますけどね。難しいね、ドライヤーの位置、コンセントの位置とかさ。確かに開けらんないよね、車ね。机がもうこの角度だったらいいのにみたいな、できないですか？あるね動かしたらコードが短すぎて抜けちゃう。そうなかなかベストの配置ないよね。ないですね。テレビがちょっとな斜めになってたりとか、そう、Wi-Fi のどこに書いてあるのか分かんない。あ、分かんない時ある。文句ばっかり。ホテルあるある、まるまだね、メールお待ちしております。兵庫県知事の失職に伴う知事選挙が今日告示され、過去最多の7人が立候補を届け出ました。立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、日本維新の会を離党した前の参議院議員清水隆之さん50歳、元尼崎市長の稲村和美さん52歳、知事を失職し2回目の当選を目指す斉藤元彦さん47歳、共産党が推薦する新人の医師
大沢義清さん61歳、レコード会社社長の福本茂之さん58歳、政治団体 NHK から国民を守る党の党首立花隆さん57歳、ニュース分析会社社長の木島博嗣さん49歳の7人です。斉藤さんは自らのパワハラ疑惑などを告発する文書への対応をめぐり、県議会から不信任決議を受けて失職しました。兵庫県知事選挙は来月17日に投票が行われ、策として主張するいわゆる年収の壁の103万円から178万円への引き上げについて、林官房長官は今日の記者会見で、国と地方で7兆円から8兆円程度の減収が見込まれると述べました。単純に基礎控除の額を国地方において75万円ずつ引き上げた場合の減収額を、一定の過程を置いて機械的に計算いたしますと、国地方で7から8兆円程度の減収と見込まれます。所得税と住民税の基礎控除を現行より75万円引き上げた場合の減収額を試算したもので、高所得者ほど下黒の試着室で盗撮したなどとして、警視庁は性的死体撮影処罰法違反の疑いで、東京あきる野市の会社員高橋光平容疑者35歳を逮捕しました。高橋容疑者は今年8月、JR 山手線の電車内で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした疑いで警視庁の捜査を受け、提出したスマートフォンから豊島区内の店舗での動画が見つかりました。調べに対し容疑を認め、以前から女性の身につけている下着を取りたかったと供述しているということです。警視庁は余罪を調べています。おしまいに、サッカー元日本代表で J3 沼津に所属する50歳のミッドフィールダー伊藤照義選手が今日、今シーズン限りでの現役引退を表明しました。マイアミの奇跡として知られる1996年のアトランタオリンピックブラジル戦で決勝ゴールを挙げました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。増山さやかです。来年2025年の日本放送アナウンサーカレンダー好評発売中。今回も撮影中の楽しい雰囲気がいっぱいのカレンダーになりました。ぜひお手元に。お申し込みは0570-071242、日本放送アナウンサーカレンダー係まで。しつこい肩の痛みでも、辛い腰の痛みでも、ささっと一塗りバンテリン。効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくればナイツ・ザ・ラディオショー。この時間はパートナーにスポット当てたコーナーをお届けしています。毎週木曜日はこちら、青春かな。学生時代は家と学校の往復、青春時代を取り戻したい私はるかがラジオドラマの中でヒロインを演じて青春を取り戻すという、トリックオアラブ、愛してくれなきゃいたずらするよなコーナーです。あー愛してくれなきゃ、なんでいたずらするよ ね、 ね、今日ハロウィンだから。はい、そういうことですよね。リスナーの皆さんから素敵なラジオドラマが届いています。はい、お願いします。まずは中谷志乃さんです。設定ドラフト会議、はるか指名を行う選手、あ、指名を待つ選手、うんうん、花尾さん、花尾在、私の運命、すべてが決まる日。第一巡選択希望恋人、花はジャイアンツ、美濃ははるか。恋人にしたい、ドラフト1位、やった。第一巡選択希望恋人、中川ライオンズ、美濃は遥か。